が開始で、はい、では改めまして、宮野ゆきです。で、まあ、いろいろ触ってますと。で、最近、まあ、やりたいと思っていることは、まあ、ここに教育を開放するってあるんですけど、まあ、なかなか教育もう教育学部ということで、まあ、なんか教育が閉鎖的だなということを、まあ、結構いろいろ感じるんですけども、まあ、教室の中でしか今目立った教育がないなというふうに感じてて、でそれをもっともっと教室外で、でしかも日本の教育だけしか選べないんじゃなくて、外国の教育、特にまあ歴史とか特にそうですけど、まあ、それも日本とかだけじゃなくて、日本の中の広島からの視点とか、逆に東アジアの視点とか、まあ、逆に集落レベルの視点でもいいですし、そうやって自分の立つ視点をさまざまに変えたりとか、まあそういう国という視点で、まあ、教育をもっともっと自由化しようぜとか、まあ結構今教師とかの方が、結構教育で非常に大きな役割を果たしてますけど、教師の負担が非常に大きいなというところで、もうちょっとそこら辺も技術でなんとかできないかというところを考えてます。そんな感じで国境を越えて教室外でも誰でも教育に参加できると、誰でもいつでも教育に参加できると、そういう世界を技術で作っていけたらなというふうに考えております。はい、そんな感じですかね。はい、理論の方をやりたいんですけど、なかなか理論の方に扱ってないです。で、まあ、冒頭にあった混合反応理論の姿勢に入っていくんですけれども、混合反応理論が何かというと、テスト理論の一種です。で、テスト理論って何ですかなんですけど、まあ公平で優秀なテストを作る理論ということですね。じゃあ逆に不公平で劣悪なテストって何なんですかっていうところで、それは能力のある人とない人の差がほとんど出ないテストだったり、能力のない人が高得点と認識されてしまうようなテストだったり、逆にテストを受けるたびに得点がずっとばらついて、一定の点数にならない、30点取ったかと思ったら、まあ、次は80点取ったりとか、まあ、そういうのはいいテストとは言えないよねと。で、じゃあいいテストは何だろうっていうと、能力のある人は高得点で、そうじゃない人は低い得点、出来すぎくんが100点なら、のび太くんが0点になるようなテストがいいテストだという話になります。で、こうやってしっかりばらつきを作るというのが、いいテストの、特徴だよねと。そして能力同じなら何度上げても似た結果になるよと、それがいいテストじゃないかなというふうに、ことになります。はい、で、もっと深めていくんですけれども、テスト、まあ、結構僕たちもたくさん受けてきたかなと思うんですけど、まあ、そろそろテスト期間ということで、まあ、まさに、僕たちも直近でテストを受けるというところなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、テストが、そのテストをやるっていうのは、もうそもそも実行する時点ですでにこういう能力が得点によって序列化可能であるっていう前提を置いてるんですね。で、まあ、ここから先はちょっとテストごとに異なってくるところかなってではあるんですけど、まあ、もちろん最低でもどんなテストものび太くんと出来すぎくんぐらいの大きな能力の差があったら、その能力を序列化、区別をつけて序列化して、比較する、どっちの方が能力が高いか低いかっていう話はすごくしやすいかなと思うんですけど、まあ、それは直感的にも非常に、分かりやすいかなと思うんですけど、逆に出来すぎくんと静香ちゃんとか の普段見分けがつかないぐらいどっちも優秀で、すごく授業の態度もいいと、授業中の、授業中の出るような問題だったらどちらも、ほとんど同じぐらいの正答率だと、そういうことを考えたときに、その2人の能力って区別したり序列化したりできるんですかっていうところで、これは基本的にはテスト理論は、見分けをつけることができると、そういう前提を持って、やってます。だからどっちかの方の能力の方が高くて、そうじゃない方は基本的には低いと、そういうことは判別可能であるっていうのが、テスト理論です。で、もちろん見分けをつけない、つけれるけどつけないとかいう、そういうやり方もあるんですけど、もちろん点数を厳密につけずにクラス分けするだけ、そういう、やり方もあるんですが、基本的にはこういう、前提に基づいています。で、これは、
結構余談になるんですけど、まあ、最後のところ、能力主義の経済システムっていうのは、まあ、基本的には金銭はそういう、まあ、いわばテストみたいな、性格があるので、いいことをした人にはたくさんのお金を、そうじゃない人には悪いお金を、逆に能力のある人には高いお金を、そうじゃない人には低いお金、ちょっとしかお金が与えられないと、まあ、そういうのが基本的な能力主義の経済システムになっているので、基本的にはこれと似たような能力や、行ったことの善悪というのは、得点あるいは、お金によって序列化が可能であると、基本的にはそういう、やり方をやっているかなというふうに思います。で、まあ、最初言ってた、能力はテストの得点により序列化可能であるっていう前提なんですが、まあ、これをただ単に盲目的に置いているとちょっとテストとしてどうなのっていうところありますので、まあテスト作成は、テスト理論が何で必要かって話をしてるんですけど、テスト作成は、能力、得点が能力をきれいに反映しているということを理論的に検証しながら進められるべき、まあ、つまるところ、最初言ったような、まあ、悪いテストの特徴、こんな、この悪い、テストの特徴を持ってないよねっていうことを理論的に確かめながらやっていかないといけないよねというところで、テスト理論が重要になってくるというところです。はい、まあここは余談なので補足のところは飛ばします。教育測定学という分野で、研究されているのがテスト理論ですね。で、この感動理論、まあ、そうやって、テストを公平に、性能よくするためのテスト理論なんですけど、その外形を話していこうかなと思います。この感動理論というのは、まあ、今回僕が、プレゼンやるそのテーマになっているんですけど、単刀直入に言って、どんなテスト理論かというと、比較的新しいものなんですけど、受験者の整合データ、合ってた間違ってた、この問題に合ってた間違ってたのデータを、すいません、ここちょっと合ってるか、その整合データ、その合ってる間違ってるの0、1のデータに対して、測定したい能力っていうのを共通因子に仮定して因子分析をやってるんですけど、因子分析は大丈夫ですね、まあ、というわけで、まあ、基本的にはそういう構造をしてます。まあ、その0、1のバイナリーデータに対して、まあ、その例えば英語力だったりとか国語力だったりとか、そういう概念を一つ仮定して、一つか、まあ、いくつでもいいんですけど、まあ、いくつか仮定して、それを、共通因子に仮定して因子分析をぶつけると、それがゴム感の理論の基本的な構造です。で、まあ、指定分析との、比較をしているんですが、まあ、なんかここはあんまり大事ではないんですが、まあ、整合データは母性変数であって、まあ、僕たちが説明する必要のある変数だよねというふうに考えている、います。はい。で、因子分析だから解釈しやすいですよっていうことが書いてあります。で、この感動理論と因子分析似てるって言ったけど、じゃあ逆に何が違うんですかという話なんですけど、まあ、成立期はこの感動理論の方が後です。因子分析の方が早いんですけど、まあ、因子分析に非常に似た手法やってるんですけど、別々の独立に発達してきたそうです。で、まあ、その理由なんですけど、まあ、こっちが分析対象データが連続値なんですけど、こっち分析対象値が離散値を取ってしまう、01合ってる間違ってるの01のデータになってしまうので、整合データが、まあ、第1問、合ってたら1、間違ってたら0、第2問もそうで1と0、第3問1と0っていう風に01ばっかりになってしまって、で、因子分析はそういうデータを説明するのには使えないんですよね、連続値のみを取ると。で、そういうわけで、ちょっと遅れました、ゴム感の理論の報道発達が。で、まあ、モチベーションとしては基本的な、抽象的な構成概念の大きさを実データから測りたいと、まあ、基本的には、まあ、どんなテストでもいいんですけど、英語力、会話力、単語力、知識力とか、もう頭の柔らかさ、もう何でもいいんですけど、まあ、そういうものを一つ構成概念においてテストを作ると。で、そのテストの整合データから、抽象的なそういう測定概念の大きさをしっかり
理論的に測っていこうよということをしますで、問題の特性はこれは後で話します。問題の特性については後で話します。で、因子分析の方法は、まあ、ここは似てる部分でもあるんですけど、データを簡潔かつ見やすい形で説明すると。で、理論の検証もできるのがこういう因子分析の話になっています。で、まあ、連続値で離散値って言ったんですけど、というわけで項目反応理論はどんな風にこれを解決したかというと、分析対象を整合データから正当確率に連続化して、分析対象を正当確率という形にすることで、問題の解決を図りました。というわけで、ここまでダラダラ話してきたんですが、はい、結局項目反応理論が何が良かったのでしょうかという話をします、それはもうつまりこれで能力値と問題の特性、自分がやった試験と能力の値を区別することができるんですね。で、結構新しい理論なんですけど、古典的なテスト理論ではちょっとこれが難しくって、そこのブレイクスルーを起こしたっていう点で、この項目反応理論がすごいところです。はい、まあ、ちょっとその、比較をサクッとやっちゃおうかなと思います。まあ、項目反応理論は確率モデルっていうのを使って、まあ、さっきも話しましたけど、離散値の01データから、それに正当する確率みたいなことを考えることで、まあ、ブレイクスルーがありましたよと。で、古典的テスト理論の方はですね、もう単純にトゥルーバリューかなんですけど、もう真の値、X が問題の、問題の、ある試験100問とかあったりする中で、その人が取った点数がいくつかっていう X 実現値ですね、テストの得点実現値 X を真の値と誤差の和で考えると、まあ、非常に分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、出来すぎ君は本来95点を取るという、本来の能力があるんだけど、それに、まあ、たまたまいい、運があって100点になったりとか、あるいはちょっと、体調とか、問題の、ちょっと問題のというか、それそうですね、ちょっと座席の場所がちょっと窓に近すぎてめちゃめちゃ眩しくてちょっと遅れてしまったみたいなことで90点になったりとか、まあいろいろ考えられますけど、まあ、そういう誤差があったりとかしてちょっとばらつくよねと。で、そういう単純な理論で、古典的にした理論では、古典的にはそういうやつでやってました。で、まあフォーカスしてるところもちょっと違ってきて、ちょっといいですか、はい、このいいモデルの E が、まあ、例えば正規分布みたいなものに従うとすれば、これも確率モデルなわけなんですけど、この反応理論の確率モデルと古典的テスト理論のモデルっていうのはどう違うんですか。あ、そうですね、確かにこの反応理論も実際こういう式を使ったりするんですけど、まあ、何をやってるかって言ったら、そうですね、確率モデルというよりかは、もう X の値は固定されてるんですけど、 T と E がわからないと。で、X が固定されている前提で T と E の値を推測するという形になっているんですけども、そうですね、基本的には、まあ、統計的、非常に数理統計というか、全部数理統計っていうか数理統計なのかもしれないですけど、なんでしょう、まあ、心理論の方がちょっと話しやすいんですけど、まあ、基本的には、与えられた整合データ、まあ、つまりとこ総得点だと言ってもいいんですけど、総得点の値から、まあ、まず事前に分かってる、問題の難しさっていうのがあって、問題の難しさから、確率が分かってるんですよ、正当する確率が、能力について、能力シータについて、まあ、どのくらいの曲線を描くかということが分かってるんですね。で、整合データから、その整合データとその問題ごと の難しさというものから最優推定を使って、最も確かしい、最もらしい能力値はここであるというふうに断定するのが、この反応理論なんですけれども、古典的テスト理論はひたすらにいいテストを作って、で解かせて、で出てきた値はそのままあなたの能力値というふうに返してしまうんですよね、簡単に言ってしまうと。ただ心理論の
方では1回整合データが出てもそれをそこから左右推定をしてわざわざ別のこれが最もらしい問題の特性を考えるとこれが正しいというふうに考える。そこら辺でちょっと違いありますね。はい、というわけで、さっきも言ったんですけど信頼性の最大化、このテストをやればあなたの得点があなたの本当の能力値が非常に分かりやすく出るよとそういうテストを作ることに集中しているのに対してこっちは、やった後のその整合データ01の整合データからいかに、あなたの能力値を正確に判断するかという、まあ、そこにも結構なシフトが入ってますね。まあ、もちろん古典的テスト理論で大事だった信頼性ももちろん合目反応理論でも大事なんですけど、まあ、そういうウェイトの違いがあります。で、まあ、メリットは簡単に言うとプレイスメントテスト古典的テスト理論でもこれがこの試験が本当に信頼できるものなのかということを確かめるためにちょっと試験的に問題を解いてもらう必要があるんですけどそれが比較的小規模で済みます。ただこっちはいろいろパラメータを決めたりとかしてちょっと載せなかったんですけどパラメータを決めたりとかしてで問題一つごとに2つか3つぐらいのパラメータがあったりして、まあ、1つでもできるんですけど大体2つか3つ定めるんですね。というわけで問題数かける2から3のパラメータを推測することになるので結構がっつり何千人とかのプレイスメントテストをやらないとちょっと使いにくいというところがあります。でただ、プレイスメントテストが小規模で済むからにこっちは能力値と問題の特性を分離できないというのは単純にこのテストで90点を取ったのはあなたの能力が高いからなのかそれとも問題が簡単すぎるからなのかそれは分からないという状況なんですよね。確かに、受験者の、まあ、分布は出るんですけどその分布が普通想定されていたのと大きいのか小さいのかの比較もできないということでちょっとそこの問題の特性がちょっと全然見えないというところがあって、まあ、能力値点数は確かに信頼できるかもしれないけど能力値なのっていうところでちょっと疑問があったんですね。でこっちは最優推定にしっかり問題の難易度とかを、比べて見比べて、それから再推定するので、比較的他のテストでも通じるような能力値というのを算定できるということになります。まあ、ただ問題の正答率に依存関係があると使えなくなる、まあ、これは数学のセンター試験を考えていただければ分かりやすいかと思うんですけど小問の一番最小をミスると残りのは全部落とすみたいなそういう依存関係があるとありますかね。大問3か4かとかのあたりで1番のところに簡単めの問題が出てきてその後にその値を使うような算出の問題が出てくるんですけどそういう依存関係があったりすると扱えなくなります。なので英単語とかの依存関係のないやつじゃないと難しいです。まあもちろんそれに対応するための新しい理論はあるんですけどね全然公務官の理論の変形のやつは全然あるんですが基本的にはそういう話になってます。はい、ここからは、僕の野望をつらつらと語って終わりたいと思います。やりたいことあらゆる能力をめっちゃ簡単に測定できるアプリがあったら面白そうじゃないかと、まあ、最初も言った通り僕は教育というものがちょっと全然閉鎖的だなというふうに考えてますので、これをどんどん日本だけじゃなくて、まあ、世界に広めていきたいんですけど世界中の人が、教育資産多様な教育資産に自然にアクセスできるようにするためにはどうすればいいかということを考えてるんですけど、まあ、そういう時にちょっと今良質な試験こういう公務反応理論を使った良質な試験ってなかなか僕たちの手にはないんですよね。まあ、トーフルとかやったら全然使ってるんですけどそうやってお金を払わないと使えないとか、まあ、それだって四六時中やるわけじゃないですしそういうふうにちょっと教育資産にそういう試験も教育資産ですからそういう教育資産にしっかりアクセスできればいいなというふうに考えたのがこのアプリです。まあ試験もまた重要な教育資産である、まあ、さっきも言った通りですが、まあ、現在非民主的に運用されている良質な試験問題を全世界の人たちに共有しそしてそれを量を拡大してしかも質も洗練していこうよというポリシーのアプリです。で問題を作成する、ユーザーが問題を作り、ポイントを、そしたらポイントをもらえると
そしたらそのポイントを使って自分の能力を測ることができて、測り終わった能力は、自己表現として、その人のアカウントに表示されたりとか、まあ、そんなことがしてればちょっと面白いんじゃないかなと、社会的信頼性のスコアになったりするんじゃないかなというふうに思ってます。で、基本的にはこういう2つのモードを作ってやったらなかなかいいんじゃないかなと。5問だけ解いて能力を大まかに ABCDE 評価したの、こういうあのクラスタリングの、適用した、この反応理論っぽいやつもあって、でそういうモデルを使えばこういうのもできるので、これをやったりとか、で、まあ、逆に正確に測りたい人にはしっかりがっつり20問解いてもらって正確な能力値をバツンと出してもらうと、そういうのができたらいいなというふうに考えてます。はい、まあまだまだ全然何も進んでなくて、ビジョンにツッコミも全然立てないので、はい、批判があればぜひといただきたいかなと思います。以上で終わります。はい、ありがとうございました。というわけで、はい、喉が渇いた。はい、まあ3人しかいませんので、まあゆっくりやっていこうかなと思うんですが、最初に思ったのは、はい、そのアプリ、いや面白いなと思ったんですけど、はい、あらゆる能力ってすごい難しくないですか。ああ、そうですね。なんか例えばどんなのをイメージしてるんですか。うん、それは本当にそうですね。もうありとあらゆるものなんですけど、英語力とかコミュ力とか何でもいいんですけど、基本的にはそういうのを作ってもらって、で、Can do statement っていうのがあって、 Can do、 つまりできることですね。このぐらいの得点ならこのぐらいのことができるよみたいな指標があって、そういうのはなんて言ったっけ、アンケートで把握していくんですけど、まあ5問解いたら1問だけアンケートが出されて、あなたはどのくらいのことができますかみたいなことを聞かされて、でそれをちょっとチェックを入れておけば、まあ大体その集まったところから can do statement ができるんじゃないかなというふうに思います。だからまあ英語力だったらもう分かりやすいですけど、日常会話ができる、仕事で英語に困らないとか、まあ、必要な日常で必要なことが聞けるとか教えられるみたいな、で、まあ、学校の講義、大学の講義についていけるとか、まあ、そういう can do statement とかをたくさん作っておいて、あなたはどれができるのできますかみたいなアンケートを、まあ、この5問だけ解く方の一番最後につけたりとかしたら、まあ、まあそれなりに can do statement がガーッと集まって、まあ、それ軽く統計分析をかけてあげれば、それらしい確からしいキャンドゥステートメントが見つかるので、それを、まあ、表示してやれば大体あるんじゃないかなと思っております。なるほど。まあ因子分析のパワーがすごいというところでもあるんですが、基本的にモデルを作れば一応測定はできる、そう、因子分析のありがたいところなので、まあ何か一つ、構成概念、まあ、コミュ力でも何でも漠然としたものでも何でもいいんですけど、コミュ力とか運でもいいんですけど、コミュ力をとかの構成概念を作り、ちゃんと問題を作りさえすれば、問題の難易度とか識別力とか、そういう問題ごとの優劣をきちんと判別できるんですよね。で多分とんでもない構成概念を念頭にして問題を作ってしまうと、どの問題もランダムに判定したのと全然変わんないじゃんみたいなことになると思います。基本的にはそういう悪問かどうかの判別もできるので、まあ、そこら辺で、まあ、皆さんからいただいた問題のうちいいものを毎回出題するみたいな感じで、まあ、面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、どうせやるんだったらハッカソンとかで賞金とかの出るところでがっつり作っていきたいかなというふうに思いますので、まあ、まだまだアイデアの段階としてちょっと寝かしておこうかなと思います。はい、まあ今後いろいろ情報に触れていく中で、あ、こうしたらいいんじゃないみたいなのを溜め込んで
てやっていきたいかなと思います。はい、もしご協力いただけるときはお願いします。はい、ぜひとお待ちしておりますので、というわけで、あ、3時間あるんですね。うん。今何分経った？30分ぐらい。5時か。お、そうだ、30分。まあでも10分ぐらいは撮影したと考えていいだろうから30分か。いや、結構喉に来た。うん。というわけで、どうしましょうかね。まあ5分ぐらい。次やって次の人に渡し、最後に一気に気になったことをガーッと話し合う感じでいいですかね。はい、まあすでに5分くらい経とうかなと思うところではありますが、まあ、何か質問かツッコミか何かあればお願いします。ああ、まあ、ツッコミがあるとすればちょっと引っかかったのが、はい、その前のあたりかな、わかんない、因子分析、主成分分析は解釈が難しくてみたいな。あ、そうですね、これか、はい、いや、因子分析、多分ここで想定している因子分析が確証的因子分析とか、あ、そうですね、確認的因子分析とか言うんですけど、そういうなんか元々構成概念があると、仮定してモデルを作ってそこから因子分析をするパターン、探索的な方だと、探索的な方だと同じように解釈が困難になるわけなので、解釈が困難というかその、この因子に結びつくような、その問題がいろいろバーッとあって、因子分析、因子に分かれていくわけですけど、うん、まあ、ある因子に結びつく問題を見たときに、じゃあこれは英語の問題が並んでいれば、まあこれは英語の能力だろうっていうふうにまあ分かるわけですけども、そんな簡単にはいかなかったりもするわけなので、そうですね、そういう時は探索的因子分析っていうのも解釈が困難な場合もある。そういうのはまあ潜在変数モデル全てに当てはまる話なので、探索的に潜在変数を、解釈しようとすると、まあ、なかなか難しいことはあるかなと思う。ああ、なるほど。あ、そうです。一応因子分析、対称療法になるんですけど、因子軸の回転というのがあって、少なくとも光学反応理論で使う範囲の因子分析においては、まあ因子軸の回転をしても変化がないと、全体には変化がないということが分かってますので、基本的には例えば数学とか教科に偏寄せして考えることで、例えばそこまで詳しくやってないんですけど、まあ、数学と理科だけとか、あるいは英語、国語、社会とかに、ガッと偏寄せして文系力っていう名前をつけたりとか、まあ、そういうふうに命名しやすくする小技はあるらしいですので、まあ他のよりかはマシなのかなというですが、まあ、ぼんやりと解釈しやすいのかなと思っております。まあでも確かにまあ対症療法に過ぎませんけど、そうですね、まあ、はい、比較的解釈しやすいというか、まあ、実際実を言うと、光学反応理論プレゼンさせていただいたんですが、あれなんですよね、まだまだ全然理論的に知らない部分の方が多いのでツッコミどころは実はたくさんあるんじゃないかというところです。多分研究してる人に見せたら怒られるんじゃないかなという感じですが、まあ、問題の特性も測ることができるんですよね。どっかで話したっけ、まあなんかパラメーターの推定をするんですが、その時に最優推定、それも周辺最優推定合ってますかね、ベイズじゃないかとかいうのがあって、同時最優法じゃないわ、同時推定だっけ、なんかプレイスメントテストを受けた人に対してその、能力値とパラメータを同時に推定するっていうやり方と、
パラメータだけ推定するってやり方があるんですけど、パラメータって何を推定？問題のパラメータは、まあ、大抵の典型的なモデルでは難易度と識別力っていう2つを考えるんですね。ああ、問題の、はい、そうで、まあ、そのそうそう、そのパラメータと、その2つのパラメータと、まあ受験者の能力と、それを同時にやるか、それとも片方だけのパラメータだけ推定するかっていうところで手法が違うんですが、基本的にあのパラメータだけ推定した方がちょっと数学的統計的にちょっと信頼できるということで、今はそこら辺の周辺最優法だったっけ、名前がちょっと危ういんですが、内生性があるっていうことですか。この x y イコール x みたいな式があるとして、うん、y が、あ、 x が y に、の因果でもあるし、 y が x の因、あ、原因か、 x が y の原因でもあるし、 y が x の原因でもあるみたいな状況を仮定しているわけですか。これそうだと思う。問題の難易度とか識別力みたいなもので、個人のテストを受けた結果の点数も変わるし、逆がありえる、逆はありえないのか。統計的にはあの一致性っていうのが欠けてるらしくって、うん、あ、そうなんですか。あの増やしていったときに、プレイスメントテストをバーッと増やしていったときに、あの、そう、確率収束、そう、収束しないっていうのが、あの能力値とあのパラメータを同時に推定する同時推定法、うん、らしいので、ちょっとそれが信頼されてないですね、今は。今は基本的に一致する、一致性のある周辺左右法だったかなんだか、周辺推定法だったかなんだかを使った方がいいという話らしいです。ただそこら辺の数理モデルについては全然勉強してないので、まあ、本当に概論です。概論の概論です。この項目反応理論って、あ、自分のいるマーケティングの方だと、あのアンケートの、あの分析に使うわけなんですよ。あ、これを、まあ、あの教育学だとそのテストに使うわけなんですけど、ちょっとアンケートを作って、そのアンケートがいいのか悪いのかっていうのと、アンケートを受けた人がどういうパラメータを持ってるのかっていうのを、やってたわけですね。だから同じようなことです。項目反応理論を使うわけなんです。自分の研究室の先輩にもこれをやってる人がいて、自分は全然詳しくないんですけど、あ、そうなんやってる人がいて、こういうのって、今でも結構盛んに研究されてるんですか。自分のイメージとしては結構古い理論なのかなっていうイメージは、勝手なイメージがあったんですけど。基本的にはあの盛んな分野だと思いますよ。まあ、僕もこれは実践教育学の方で、あのそういうのを研究していた、はい、いるのか いたなのかちょっと危ういところなんですが、まあ、卒業しようとしているところなんですけど、まあ、修士2年の先輩があの実践を開いてくださって、でこの話をしてくださったので、話というか、まあ、その輪読をしたので、まあそうですね、というか、うん、基本的には目下開発途上の理論だと思います。特に欧米の方では項目反応理論を使った試験というのは大々的に行われてて、 SAT とか、まあ、あれ項目反応理論なんですけど、日本では全然浸透していないよっていうところですね、はい、っていうか古典的テスト理論をそれは使ってるのかどうかっていうところなんですけど、なんかあのあれですよね、センター試験とか、この機密漏洩を絶対アウトって言って、内部だけでガーッと問題を作って、うん、職人技でダーッて作っていくわけなんですけど、まあまあそれってどうやねんっていうところもありつつ、うん、感じですね。こういうのはプレイスメントテストで漏洩する可能性があるので、ちょっと取り扱いが、ね、難しいというところがあるんですけど、あの欧米だと欧米のセンター試験にあたる SAT ではしっかり、プレイスメントテストやって、で、まあ、あのなんでプレイスメントテストができるかって言ったら、大量 の問題データを持ってるので、基本的に多少覚えて帰ったからって何の役にも立たないよっていうところがあって、で、あの問題用紙持ち帰り禁止っていうルールがあるんですね。でそれで、問題プールの信頼性を高めておくっていうのがある感じです。だから、毎年 SAT を受ける人は大問がいくつかあるんですけど、そのうちの1問、そのうちの大問の一つはあのプレイスメントテストで、自分の
自分の能力値推定に使われないテストがあって、でそれはもちろん事前に知らされてないので、何を解いてるのか分かんないんですけど、でまあその結果ちょっとずつプレイスメントテストで収集しておいて、でまあ3パラメーター3パラかな2パラか3パラか、まあでも多分大規模のプレイスメントテストでできるわけですから3パラかな、なんかあの問題の難易度と識別力と、あと一つあの運で当たっちゃう確率みたいなのも全部考慮したようなモデルを作ってるんだろうなと思います。そこら辺を推定して次回のプレイスメント、次回の本番の試験で当たらしてみたいな感じでやってるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですかね。お、結構話した。はい、じゃあ答えしましょうか。はい、また何か面白い話題があれば、あれば、はい、突っ込んでいきましょう。はい、では、あ、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。この資料自体があれですね、なんか何かしらの研究をするにあたってサーベイの仕方をまず覚えようっていうので、年末年始時間があったので、そこで自分のためにまとめたのを、まあ、まとめ直さなくていいかなっていうので発表するんで、ちょっと多少見づらいと思うんですけど、まあ、説明で補足しながら、はい、やっていきたいと思います。あと、まあ、スライドとしてのストーリーが描かれてるわけじゃなくて、それぞれの論文として別個のものになってるので、順番も結構バラバラなので、そこはご了承いただければと思います。自己紹介です。爽やか妻と言います。はじめまして。続けて読むと爽やかになります。これは、日光出身です。もう一国に天皇に出たりしました。で最近っていうか大学に入ってからやってるのが、ネットワーク分析とか、あと機械学習の初歩的なところだったりとか、あと最近は統計モデリングとか、ベイズのあれですね、渡辺先生のゴリゴリのやつを読んで数式で挫折して、数式以外のところでとりあえず読み切ったって感じです。でこれからやりたいのは、まあ、空間とか時系列とか、あとまあネットワークに関して静的なところしかやってないので、もうちょっとダイナミックなネットワークに関してやっていけたらなと思ってます。で実際内容に入るんですけども、サイビンのこれですね、これはちょっと先輩にこんなことを言うのも半ばちょっとあれなんですけど、まあ、サーベイっていうのはあれですね、まあ、なんかやだな、まあなんか結構勘違いしてる人が多いようで、その自分の考えたアイデアだったりネタとかが他人と被ってないかっていうのをビクビクしながら検索して、あ、どうやらないようだっていうのを探すことではなくて、あのこれまでの研究の最先端としてどこまで進んでて、で自分が何をしたいのかっていうその距離を測って、まあ、その間で何ができるのかっていうのを探る作業なので、まあ、サービスというのは非常に大事ですよ。大賛成ですよ。ありがとうございます。で、まあ、読み方なんですけど、まあ、アブスト読んで結論読んで、その後中身をチャラチャラ読んでいくのが読みやすいので僕はそうしました。でまた読みっぱなしにしないっていうので、まあ、慣れてくれば大丈夫だと思うんですけど、僕はまあ現時点で結構内容を忘れてるので、まあ、その都度まとめつつ、まあ、あとその間の連関を意識しながらまとめられればいいかなと思います。あとまあ論文、特にサーベイ論文とかそうなんですけど、あの時間を決めて読まないと無限に時間が解けてしまうので、まあ、とりあえず今回は普通の論文に関しては1時間で、サーベイ論文だったりそのレビュー論文に関してはまあ 2,3 時間ぐらいって決めて読んだので、途中で結構知り切れどんぼになっちゃってるのもあります。はい、でまあ、これまでコミュニティ挟んでないいろいろってことで、そのコンピュータサイエンス関連だと結構トップカンファっていうのが、まあ、権威のあるものとして存在してて、まあ、その中からそのタイトルに引かれたものを読んでいくって形でもいいと思うんですけど、まあ、その他のいわゆるマーケティングだとかそういう教育とかもそうだと思うんですけど、結構ジャーナルが権威を持ってて、そのトップカンファレンスっていうのがあんまりあれだったりすることが多いので、ジャーナルっていうのをさらわなきゃいけない場面も多々あるっていうのを石垣先生に教えていただいたので、そうです、注意しなきゃいけないかなと思ってます。はい、あとまあ石垣さんから教えてもらったそのレビュー論文っていうのが結構その時々の流行を反映したりして、まあなかなか価値の高いものだということなので、今回も読んだのは5つぐらいなんですけど、多分3つ4つぐらいは今回まとめてると思います。まあこれは読む前の話なので、1週間で最低10本読みたいって
感じですね。はい、こんな感じで進めました。ここはいいっすね。でまあ再編集の部のまとめなんですけど、まあ、最後にレビュー論文は別個にまとめてあるので、まあ、こういう形式でまとめました。これは石垣先生からもらった石塚先輩の修士論文だと思うんですけど、これをまとめました。まあ、最初日本語だったから読みやすいっていうのもあったんですけど、まあ、そのどうしましょう、これ1枚ずつ説明していくのも結構のあれですよね。まあちょっと飛ばしつつやっていきたいと思います。まあ、これ自体はその集中治療室におけるその電子カルテのデータっていうの そのこれまではバイタルサイン、その血圧とか心拍数とかっていうのから赤津さんのそのテキストデータっていうのを応用して、まあ、その中で LDA っていうそのあれですね、使いながらやっていくっていう神経を発揮してるやつですね。あとまあこの後に CS メント LDA っていうこの前まあ講義していただいた新たなモデルがあるので、まあ、そっちも読みたかったなって感じですね。なんかあの公開されてないのでまた石垣先生に誰に行こうかなとは思ってたんですけど、どうしよう、これ発表の仕方がわからないですね。うん、そうだね、自分用にまとめたのでまあ天気予測が何かをちょっと教えて。天気予測、天気っていうのはもう本当に死ぬっていうその病態が急変するって感じですね。なるほど、はい、なるほど。天気予測の天気するかどうかなのか、それともあのいつ天気するかっていう話なのか。これはいつじゃないと、天気するかどうか、はい、天気するかどうか、はい、あ、なるほど。でそのいつっていうのも測るために今後いろいろ改良を重ねていきたいっていう感じだったと思います。そうですね、ここで話したかったことは多分その多重比較っていうのがあのあれなんですよね。これまでいろいろ調べててすげえ落とし穴だなって思うんですよね。あの聞いたことあります、多重比較。あの多重っていろんな多重があるんですけど、基本的にはその例えば試薬を、まあ、3つ並べたらその2つ同士を検定すると、そしたらまあ大体3通りの検定の仕方があるんだけど、あのそう 5% で有意数字が出るとしたらその1-0.95 の3乗になるから、あの有意数字が出る確率がどんどん上がっていって、つまりたくさんのものを試せば試すほど有意数字っていうのは勝手に出ちゃう、有意数字じゃねえな、その優位になってしまうから、そういうことをやっちゃいけないっていうので、それを補正するためのものとして多重比較っていうのはあるんですけど、結構そういうのをしないで出しちゃってる論文っていうのも昔だとかなり多いですし、実際その今よく使われ、今っていうかこれまでずっとよく使われた多重比較、多重比較にはいろんな種類があるんですけど、多重比較もなんか偽陽性の観点からあの最大でなんとなんか 2% のものが70何%の偽陽性を発揮するみたいな可能性があるっていうので、これまでに出された何万何十万っていう論文はなんかまずいみたいなものもあったりして、結構多重比較っていうのが沼っていうか気をつけなければならない点なので、今後もちょっと教育学部の、 あの教育学研究入門っていう授業で、はい、先輩が結構立って自分が何やってるか話してくれてるんだけど、うん、多重比較っぽいことをやりながら多重比較使ってなかったなというのがうん、なるほど、はい、興味深いです。多重にもいろいろあって、例えばそのモデルっていうのをたくさん作ってやる場合、このモデルとこのモデルとこのモデル、うん、なんか5つぐらい突っ込んでやったっていう場合も、5つ突っ込んだらそのまあ1つぐらいは例えば 5% でしか発揮されないやつでも、たまたまそいつがヒットするかもしれないし、うん、何回も研究をやったらそのうち1回ぐらいはヒットするかもしれないしっていうので、なんかそういう多重のあり方もあるし、なんかいろんなそのどうすね、うん、何回もやったら結局出ちゃうっていうところをいかに補正するかっていうところですね。なるほど。まあここではちょっとやってたみたいなんですけど、そのピラソっていう ピザロっていうのはなんか調べた中では出てこなかったので、なんかはい、後で調べたいと思います。とりあえず次いきます。これはなんかネットワークサイエンスの中でその基礎ゼミでネットワークサイエンスやったんですけど、その先生がなんかネットワークの中でそのネットワークに革命の理論を取り込んだモデルがあるみたいなことを言ってて、カタストロフィー理論かなと思ってそれでググってみたんですけど、カタストロフィー理論っていうのがかなり排撃されてきた人たちのようで、なんか
次のスライドにある程度まとめてあるんですけど、70年代に世界を沸かせたが、そのカタストロフィー理論っていうのが、その勾配力学系の中の三密力学系に関する分岐タイプに関するその狭い分野のものに過ぎなくて、あんまり応用性がないっていうのを、まあ、巨大の偉い先生が言っていて、で、まあ、カタストロフィー理論って一瞬白熱したんですけど、おやべやってなったんですけど、その直後にカオス理論、複雑系が台頭してきて、もう完全に忘れ去られた分野になってしまったようですね。ただ彼もその同じ雑誌の中で、そのネットワークモデルでは力学系のアプローチをかなり活かせるっていうのをおっしゃっていたので、じゃあこれも力学系じゃんっていうのを思ったんですけど、まあ、で実際力学系カオス系の方が今使われてるらしいですね。あとなんか水野さんっていう人は結構カタストロフィー理論の応用っていうのが最近盛んになりつつあるみたいなことを2012、3年ぐらいだと思うんですけど言ってて、本当かよって感じです。ここら辺はちょっと精査しなきゃいけない部分だと思うんですけど、少なくともここでやってるのはそのカタストロフィー理論意外と使えるよっていうのを、まあ、アピールしたい感じですね。このエージェントベースとミクロレイヤーっていうのが、あ、うん、単語が多いなこのプレゼンはですよね。あのでも一個一個に10分20分かけたいやつを結構まとめてやるんで、薄くなってしまうのは本当に申し訳ない。時間たっぷりあるからね、うん、好きにやってくれていいよまあここは飛ばします、あまりあれなんで。だから遊び理論自体はネットワークに限らず、いろんな自分科学でなんか使おうとする人たちが当時はいたらしいんですけど、今はもう全然って感じみたいですね。まあ、で次、まあ、ここら辺からちょっと迷走し始めるんですけど、新しい混合次元スペクトルクラスタリング、スペクトルクラスタリングっていうところから説明しますかね。うん。うん。てかこれスペクトルって読み方合ってますか？スペクトルあるとスペクトルって言う時とあるんですか？そうですよね。なんか多分フリー変換とかでもスペクトルって言葉が出てきて、その時はスペクトルって訳すと思うんですけど、クラスタリングの文脈ではそのウェブで調べた限り全部スペクトラルクラスタリングって言ってたので、なんとも言えない感じなんですけど、これは。あれですね、クラスタリングをするときにの、この後も出てくる話なんで、グラフラプラシアンっていうところにちょっとまとめておきたいんですけど、グラフラプラシアンっていうのがその次数行列、出ないんじゃない、それ大丈夫、若干出てる、あのこういうなんかネットワークに関しては隣接行列を定義するみたいな話したじゃないですか。あ、はい、続いていいよ。あ、はい、でその例えばこいつは次数が2で、こいつは次数って、つまりその出てる本数が1本、2本、1本っていうのを1、2、1で、この対角行列で表現するか、その次数行列で、それマイナスその隣接行列、隣接行列って話したよね、うん、してあの1、2、3、4、5っていうつながりを0、1でやって、あのこれが向こう、つまり矢印がないときは、そこはここでその対象になるっていう、それは分かる。でこの時にそのグラフラプラシアンに関してその固有値問題をいろいろ解くと、そのグラフの性質っていうのが分かって、へー、でその固有値問題を解いた後のその固有ベクトルに関してその K means その K 近傍を使ってやるっていう、そのグラフの観点を組み込んだその K means みたいな感じなんですけど、そのスペクトルクラスタリングの進化系をさらに進化させようっていうやつでですね、ランダムウォークを使ってその加速させるみたいな話ですね。でこれなかなかすごいのが、その実世界の2005のネットワークデータにおいて検証したっていうので、それでなかなかいい結果が得られたようなのであれなんですけど、あまりその何ですか、ブレイクスルーって感じではなくて、そのとてもあれですね、新しいところからさらっていったらこいつが出てきたっていう感じですね。これはその年末年始に調べてたので、もう今年はないな、去年の年末の31日とかに出たやつだったと思います。次行くと、これはさらに血迷ってまして、そのスペクトルって言葉であれなんですけど、あのそもそもさっきの文脈でのスペクトルじゃなくて、ハイパースペクトル画像っていう、この衛星であったから、そういうハイパースペクトル画像っていう種類のものを、そのなんかいろんなデータをあの含んでるハイパースペクトル画像っていうのが撮れるようになったのが、まあ最近の進歩らしいんですけど、そのハイパースペクトル画像っていうものから、そのいかにその
その地表の特徴を抽出するかみたいな話で、ここは飛ばします、もう本当にあまり関係ないので。あ、もうレビュー論文のまとめになります。ここからは、あれですね、さっきの形式ではなく、あれですね、なんか順番にまとめていきます。最初が複雑ネットワークにおけるインフルエンサー特定理論っていうので、まさしく五十嵐さんがやってるようなことだと思うので、非常にいいらしいんですけど、ハブの話、ああ、まあそういうのもありますね。概要はその、これ僕自身あんま覚えてないんですよね。集合的観点から複数のインフルエンサーを見つける方法。なるほど。あの上の大きく A って書いてあるやつが分かりやすい。大きく A って、これ、なんか、分かった。なんかあんまりつながりのない2つのクラスターをつなぐ存在が、媒介中心性の話ですか。そうじゃないの、違うの。あ、まあこれまではそういういろんな中心性指標っていうのが出てきてたんですけど、まあ、それっていうのも、まあ、いわゆるトポロジカルな指標で、そのダイナミクスベースじゃないっていう、そのつまりその情報伝播、その情報を伝える上でそいつがどれだけ重要な役割を果たしているかとかっていうのは、その実際の情報を流してみないと分かんないとか。なるほど、なるほど。それがどうなったんですか、スイッチ。これをどこまで話せばいいんですかね。いろんな、すいません、アプローチがありまして、ちょっと次いきますね。メインは複数のインフルエンサーの発見っていうので、あれですね、ここでは主に3つ、そのオプティマルパープレーションっていうのと、インディペンダントカスケードモデルと、ライナースレッショードモデルっていうのが紹介されてまして、ちょっと確認しておきたいんですけど、はい、このインフルエンサーを見つける時の、手に持っているデータっていうのは、これまでと同じそのつながり、性的なつながりだけのデータってことですか。そうじゃないもの、いや、そこから中心性とかを出して、まあ、ハブとか、先ほど言ったブローカーみたいなものを見つけるみたいなのは、いろんな昔からやられてるわけなんですけど、そうじゃなくて、だからそういう指標で見つけたとしても、実際に情報を流してみないと、こいつが機能するのかどうかわからない、でもこの情報を流すっていう別なデータがないと、インフルエンサーを特定できないっていうのが、自分の考えなわけなんですけど。それっていうのは、それはダイナミクスで表現するってこと。あ、ダイナミックスにしてるんですか。いや、してないです。それはその既存のネットワーク、その性的なもの、まあ、隣接行列だけがデータなんです、はい、に対して、まあ、シミュレーションですね。シミュレーション、まあメインはシミュレーションだと思うんですけど、ダイナミクスベース指標、あ、まあ、まあ、ごめんなさい、まあ、こっちですね。いわゆるトポロジカル指標がその形状からだけ、2、3週間前のあれなんです。動的重要度、反復計算で本質的には不可能から出発する任意長い個項の、ここら辺、ランダムウォークの導入、ランダムウォークの導入とかしてシミュレーションしていこうぜみたいな。まあそれはランダムウォークという過程が入っているわけで、まあ、マーケティングとかでもインフルエンサーっていう、この人がインフルエンサーだっていうときは、この人が他の人に対して、他のものに対して何かの影響を持っていると、情報を流すとか、この人が買ったものについて他の周りのノードも同じような商品を買うとか、そういう影響力があって初めてインフルエンサーだっていう、まあ、インフルエンサーは確かに中心的な位置を占めることが多いけれども、中心的な位置を占めたからといってインフルエンサーということはできないというのがマーケティングの考えなわけなんです。これではそうですね、インフルエンサーって言ってますけど、その拡散者ですね、英語をそのまま直訳すると、やっぱりね、はい、難しいよね、インフルエンサーって。そうですね、どうですか、タイトルではインフルエンサーって言ってますけど、ね、どうなんですかね、ちょっと。そうそう、これはどこの論文ですか、マーケティングですか、いや、社会学ですか。社会学全般ですね。そのこれ、この後に応用もあるんですけど、そこではなんか脳の神経ネットワークとか、あと社会ネットワークとか、なんかいろんなものに応用して、
我々の言ってたことは正しいぞみたいな。ジャーナルはどこ覚えてないですか。覚えてないですね。ジャンルとかは覚えてますね。どこの社会学ソシオロジー的なのはずです。ジャーナル。ああなるほど。いややっぱそことマーケティングのインフルエンサーはちょっと違うみたいなところもあるかもしれないので、もしかしたら俺も詳しくは言えないけど全然わからないし、あこれはなんか分からなかったところを補足しただけで、その例えば K コアっていう中心性指標を初めて聞いたので、俺も知らない。一つしか繋がってないやつを消してって、その消した後にも一つしか繋がってないのを消してってっていうのを繰り返したので消されていくやつを K イコール1にして、で次2つ消して2にしてっていうので、なんかコアこういうのを核を作るっていうやり方で中心性を求めるっていう方法があるらしくて、この方法結構なんかポピュラーな方法みたいな言い方をしてたので、そうなんだって思ったんですけど、あとあれですね、最近だとなんか昔なんていうかグラノベッターが弱い中体の強みみたいなこと言ってたじゃないですか。なんかそれって結構多分今の社会学でも結構社会学っていうか結構一般的なものになってしまっていて、例えばそれがどういう理論かというと、つながりの薄い人ほど役に立つみたいな、つまり職業、自分の今ついてる職業に至るまでにそのジョブをの、教えてくれた人っていうのはめちゃめちゃ親密な人じゃなくて、ある程度離れた人だから弱い結びつきが大事なんだよっていう論文で、すごい一般的なものになってしまったんですけど、レビューとかもそうなんですよ。レビューとかって結構知らない人が入ってるわけじゃないですか、自分とは、でもだからつながりとしては弱いんだけども、こういうレビューを見ているうちにその、親友とか、近い人の意見よりもレビューの意見を参考にしたりするみたいなのも、そのグラノベッターの理論が当てはまっちゃうわけです、最近は結構それっていうのはその弱い中体がたくさんあるっていうのを橋渡しとして捉える、その橋渡しっていうのはその多様性のあるネットワークを構成するんだけども、そうじゃなくてそのより親密なネットワークっていうのは、それ帯域幅っていう言い方をしたりすると思うんですけど、それがその情報一定時間における情報の伝達量っていうのはその密なネットワークの方が多くて、なのでその密なネットワークとその多様性のあるネットワークっていう2つはそのトレードオフ関係にあって、そのあるんだけども、だから一概にどっちがいいとは言えないみたいなのが結構最近のあれみたいですね。まあ、WBA は結構そんなネットワークの側だとすれば、まあそれはそれで良さがあるかもしれない、多様性のあるネットワーク実際には、そうですね、交流会とかね、そういう多様性のある方がいろんな情報が入ってくるわけです、親密なネットワークだと、その親密なネットワークのコアになっているような情報みたいなのはすごい広まるけど、それ以外の情報っていうのがみんな似たような人になっちゃうから入ってこない、あと共通の文脈を共有しているので、より複雑な話が親密なネットワークの方ができるっていう、なるほどみたいな。あ、もう次に行っちゃいますね。あ、これはあまり詳しく言わないんですけど、これ日本語でなんか数理統計学会みたいなところの雑誌にあったやつで、時系列解析から時空間統計解析の展望っていうので、八島先生が書いてたやつです。これはちょっとあれですね、長くなるんで割愛します。まあ、今回全体通してあれなんですけど、全体を通してあまり数式を使わずに表現しているので、そこは申し訳ないです。厳密性を欠いているかもしれないんですけど、数式を追いかけていると時間内に読み終わらないというところがございまして、ね、ここから最近流行りのグラフ構造に対してディープラーニングをいかに突っ込んでいくかっていうのが最近ものすごくホットなんですけど、それに対しての八木さんも言ってたね。あ、そうなんですか。本部のね、方で何か言ってたよ。お前突っ込んであげよう、あとで。おぉ。で、まあ、これも長いっすね。GNN の動機、GNN っていうのは、そのグラフ全体にディープラーニングを突っ込むっていうものの総称ではなくて、それの原始的な一つの形なんですけど、GNN っていうのは、その CNN を拡張したいと。CNN は、コンボリューショナルニューラルネットワークで、そのいわゆる画像解析とかで一般的なディープラーニングの方法
をグラフにも適用したい、つまり畳み込みなんですね、コンボリューションで畳み込みをしたいっていう話なんですけど、その CNN っていうその非ユークリッドであるそのグラフっていうのにまあ適用ができなかったけど、だんだんできるようになってきたですね、っていうのと、そのグラフエンベッティングっていうのがあって、そのグラフの構造っていうのをより低次元のベクトルで表現、ベクトルなのかな、低次元で表現したいっていうのがこれまで進んできたんですけど、そういうのをなんか勘案することによって JNN っていうのがうまいことっていうか、これ自体の制約っていうのが非常に多いんですけど、できるようになったことが多くて、でもこの論文よりその次の論文の方がもっとなんか体系的なので早く次に行きたいんですけど、ここでこの論文が優れてるのは、そのあこれじゃないですね、あの応用例っていうのをすごいあの分類して載っけてくれてるので、例えば自分がこういうことをやりたいんだったらこのアルゴリズムをなんか突っ込んでみるといいみたいなのを一覧にしてくれてるので、まあ、それについてさらっと調べればいけるみたいなのをまとめてくれるのがいいんですけど、全体として結構なんかあまりいいまとめじゃなかったなって思います、この論文は。まあ現状の問題としては、シャローストラクチャーの、あれですね、ダイナミックなグラフに関してこれを適用できないっていうのとか、あと飛行層がですね、計算量が多くなっちゃうので、どうしてもそのデカめのグラフに突っ込むと大変なことになっちゃうっていうのがあったりするっていう感じですね。ちょっともう GNN って何ができるんですか、はい、GNN の出力は何なんですか。ものによると何を入れるはグラフ構造を入れるわけですか。グラフ構造、はい、隣接行列でいいんですか、人と人のつながり、人とじゃないか、ノードとノードのつながりだけでいいんですか。でもなんか GNN の当初の一番上に書いてある情報を包括的に集約するため、そういうところあれですよね、なんか低次元ベクトルでグラフのノードエッジまたはそのグラフを低次元ベクトルで表現することを学習するっていう、グラフエンベッティングの、まあ、その動機を継いでこの文章を読むのは、まあ大体、いや、でもなんか指標を出すのかなと思ったんですけど、僕もこれ実際に試し、その実装までやってないので、あのそれは申し訳ない、あのよく分からないというのが正直なところなんですけども、ただ実際に応用例として出しているのでは、例えばグラフの中のそれこそ中心性じゃないですけど、その重要なものを出力するとか、あとグラフの中のクラスタリング、そのコミュニティをそのいかに検出するかっていうのだったりとか、その2つのグラフを比べて、そのグラフの分類、2つじゃないな、その複数のグラフのに対してその CNN と同じことをするみたいな、とか、あのいろんな人はあるらしいんですけど、僕も正直なんかそこまで役に立つのかっていうのは、ということは、つまりところ GNN って CNN みたいなことをグラフに対してやるということで、出力は多様であると。いや、そんなことないな。目標としては CNN をグラフに対してもやることだったら、まあ、CNN みたいにいろいろやりたいよねっていう。あ、いや、でもそうして、やっぱりそうですね、その特徴をいかに抽出するか、そのグラフの中、グラフ、やっぱりそういうことになる。を、なんだ、なんて言うんだろうな。代表値、今、統計的代表値じゃないけど、そんなニュアンスの。その、アイデンティファイするものを、見つけ出すっていうところなのかな。すみません、なんかこのログいまいちなんで次に行きます。あと、ディプレニンググラフ。ここでやってるのが、これまでなぜグラフの深層学習が成し得なかったっていうので、ですね、まあ一つは先ほどと同じ、その、イレギュラーなドメインを持つグラフっていうのが難しかった。演算の定義が難しかったっていうのとか、あとグラフっていうのの構造が様々ありすぎて、例えば重みがあるなしとか、その符号があるなしとか、っていうのにうまいこと対応できてなかったっていうのとか、あと巨大データに対してのグラフが大変だったんです。先ほど言ったこのグラフラプラシアンとかっていうのは、その固有値問題を解かなきゃいけないので、そのでかくなるほどそのボーダーっていうのが、その指数関数的に、指数関数じゃないな、2乗で増えていっちゃうので、それが大変だったっていうこと、あとは拡散性っていうのは、これはあれですね、例えば科学のその粒子のネットワークにおけるその電波の仕方と、その他の
分野の仕方っていうのが全く違ったりとか、その構造自体のその近畿みたいなものが各分野にあったりして、そういうのをうまいことこのどっちもどっちできるようにできなかったっていうのが問題です。抽象化できなかった。今この論文は最新の動向を3つにカテゴライズして体系的に整理するっていうので、そうですね、まあ、これがすごく分かりやすいと思うんですけど、ディープラーニングオングラフスっていうのが、まあ、もう反教師だとそのグラフによられると、リカーセブだとグラフによられると、コンボリューショナルだと認識になるとか、アンスーパーバイズはグラフオートエンコーダーで、まあ、最近の進歩としてはその RNA のグラフバンドとか強化学習のグラフバンドとかっていうのも出てきてるみたいな。そうですね、さっきのロブもこんな風にまとめてくれればよかったのになって思うんですけどこれがまあ新しく出てきたグラフに対してのやつと、まあ、かつての言い方と言い方になるのかっていうのが、まあ、こう表になってるやつですね。はい、でまあ最初の DNA についてで、最も原始的な方法で、まあ、モデリング能力の強い制限と計算資源の要求、これどういう制限かって書いてなかったかな、ちょっと申し訳ないです、書いてなかった、書いてなかったし覚えてないですね、申し訳ないです。まあいろんな制約がありまして、まあ、それに伴う改善っていうのがまあ数多されているので、そうなんですよね、なんかここら辺って元となる論文があって、それに対する改善っていうのもなんか何十っていう単位で出てきてるので、どれを追えばいいのかっていうのがかなり難しいんですけど、まあ、基本的には今後は淘汰されていくのを待つみたいな、やっぱりまだ発展途上っていうのはかなりあります、ね、まあ、拡張としてはそのマルチエージ、あ、これはあれですね、応用分野の話で拡張っていうところ多分メインは GCN になると思います。最近あれですね、TensorFlow とかでも GCN の多分使えたと思うんで、畳み込み処理をネット、グラフに対して行うっていうので、まあ、一つがスペクトル理論、この次でやるとそのいろんな種類がその GCN の中に出してきてるっていう表があって、その中の上2つがスペクトルで、それ以外はスペシャルだと思うんですけど、その中のスペクトルにこの論文はかなりこの私服を割いて説明してくれてらっしゃって、あまりスペシャルに関して最近はスペシャルが主なものらしくて、なんかなんですかね、GNN 自体は結構スペシャルなもので、これまでそのスペクトラルな理論っていうのがそのグラフラプラシアンを使ったもののことなんですけど、基本的にはで、それをよりそのスペシャルなものを組み込んだり、あとはその近似的な計算方法、このチェビシェフ展開っていう手法を使ってその近似的に表すみたいなのをやってて、なんかだんだんスペシャルによって両方は統合されて今に至るみたいな感じらしいんですけど、あまりこの発展の歴史みたいなのを言ってもさほど意義はないと思うので、あれですね、次に行った方がいいですね。ここら辺で力尽きまして項目を羅列するだけで、あれですね、で統計量っていうのがいろいろ出せるんですけど、その中でもそのヒエラルキカルクラスタリングっていうのが優秀な統計量でよく使えるっていうことをここら辺で言ってて、統計量、実用的クラスタリングが統計量ってことですか、分析手法じゃないですか、クラスタリングしてくれるんじゃないですか、階層的に最初にこことこの A と B というノードがつながって、 A と B というノードがつながった後に AB と C がつながるみたいな階層的な、でもかそれ自体をその使うんじゃなくて、それを元になんかそのディープをやるみたいな話だったので、ここら辺はちょっと数式が追えなかったので申し訳ないです。ちょっともうちょっとちゃんと勉強したいと思います。でここら辺が多分今メジャーなトピックで、そのアテンションメカニズムを組み入れるものだとか、ジャンプコネクションとか、ここら辺が今
あれですね、研究されてるし結構成果が出てきてる分野ですね、その精度面でも。でもエンコーダーに関しては割愛します。あまり理解できてないので、ここら辺もあれですね、そもそも RLNN と強化学習が分かってないので、グラフに対して適応するって言われても何のこっちゃって感じです。でまあ結論になるんですけど、応用に関してはそのドメイン情報をモデルに組み込むことが大事で、例えばそのネットワーク、交通のネットワークを組織したとしても、その地理情報、例えば山があるだとか、なんか気温がどうだとかとか、そういういろんな情報を勘案できないと実際の応用では役に立たないから、そういうのを、まあ、高さとかっていうよりもどっちかというとその配置ですね。ネットワークっていうその隣にあるノードが距離が1じゃなくて、その物理的に何キロ離れてるとかっていうのを勘案したいって話です。ディスカッションでこれから あのやっていかなきゃいけないのが、そのエキスナグラフを、まあ、最初に出た話で重みがあるなしとかっていうのをうまいこと処理できなかったり、動的なグラフをうまいこと処理できなかったり、あと解釈可能性が低いっていうのは、これはディープ全般に言えることだと思うんですけど、あったりとか、構成性は今理解してないです、申し訳ありません。本当に歯切れが悪くて申し訳ないんですけど、あ、ここら辺であれですね、調べたらもう終わりになっちゃいます、すいません。こういうここら辺はまあ自分のことなのであまりあれなんですけど、なんか全般的にあれですね、最近のディープの研究とかを見てて思うのが、なんかかぐる的というか、なんかいかにもう精度を高くするかとか、あ、そうそうそう、ここなんていうの、なんか応用ベースに物事が進んでない感じがあって、なんかここら辺が、応用ベースで研究が進んでないのはカグル的なの、それと、応用ベースで研究が進んでないのはカグル、進んでない、進んでないないっていうか、そのカグルって要するにその精度を競うわけじゃないですか。例えばコンペだから 99.8 じゃなくて 99.9 を出して1になったみたいな話なんですけど、なんかそういうなんか俺の考えて最強のネットワークみたいな、なんかいいんですか、これはつまんない、のが結構最近学生勃発されてて、もしなんか応用メインで研究進んだ方が個人的には好きだなっていう。じゃあ実際に出てこいやっていう話を、あ、まあ、いや実際にデータに適応してる場面もあったりするんですけど、にしてもなっていうのをちょっと思ったりしました。事例出すやみたいな、はい、で今回のサーベイを終えてテスト期間などその分析的人文地理学の授業を受けたので、それ今後役立ちそうなのでまとめたいというのと、まあ、今後いろいろやっていきたいと思います。お、参考です。と、あれですね、 PDF 翻訳して読んでるんですか今。本当に分かんないところは翻訳してます。あ、そういうことさすがに。そうで、はい、テクニカルタームが多すぎて何のこっちゃってかね、そのチェビシェフとか読めなかった、チェビシェフじゃないか、フーリエって読めなかったです。感じです、すいません、はい、歯切れが悪くて申し訳ない。ああ、ちょっと今日GNN がね、やっぱ分かんないですね、掴めない、俺は掴めてない、GNN ですよね。GNN から発展してきて、で GNN 自体がその総称じゃないので、あ、まあまあ、いやそうなんですけど、はい、なんていうか、なんていうのかな、例えばクラスタリング一つというクラスタリング、はい、コミュニティ検出みたいなものだとしたら、コミュニティ検出のっていう一つのゴールがあるわけです、はい、でそれに対していろいろな手法があるわけですよ、うん、モデルベースでいったり、アルゴリズムベースで行ったり、さっきのスペクトル解析のような話に行ったりとか、いろんな手法があって、一つのコミュニティ検出というゴールになっていくんだけど、グラフニューラルネットワークっていうのは何なんですか？どうしてね、ニューラルネットワークが何なのかっていう話ですね。そこはニューラルネットワーク、まあ、例えばじゃあ回帰という問題にするとしたら、ニューラルネットワークっていうのは今までの重回帰みたいな回帰と同じように X っていうデータを与えたときに、予測値の Y を出す、これは同じわけです、うん、
回帰と同じわけですよ、ニューラルネットその中がすごい複雑になってるってだけで回帰は回帰なんで、うん、でクラスタリングだとしてもいろんな、まあ、いろんなクラスタリングの手法があるわけだけど、なんかデータを X というデータを突っ込んだらなんかクラスタリングの結果を返してくれるのがニューラルネットワークであり、他のクラスタリング手法でも同じわけですよ。だこれは何なのかって話、グラフニューラルネットワークはグラフを多分入れるわけですよね、はい、グラフは別に1,0 のその隣接行列の1,0だけじゃなくてもなんかいろんな、なんですか、重み付きだったり符号が変わったりとか、まあ、あるけどもグラフを入れるわけですね、はい、多分でグラフを入れて何が出てくるんですかって話、それがいろいろ出せそうな気がします。いろいろだと思うんですよね、その明示されてないというか、例えばそのクラスタリング、それこそクラスタリングに使えるとか、その複数のグラフに対してそのアプローチできるみたいな話が混在していたので、複数のグラフに対してアプローチできる、汎用的な学習機を作るっていうことですか。このグラフに対しても、クラスタリング結果というかコミュニティを検出してくれるし、別なグラフに対してもコミュニティを検出してくれるみたいな一つの学習機で、いや、なんか多分そのクラスタリングとはまた別のものとして、その2つのグラフに複数のグラフを見てその中から何かしらの特徴を抽出するみたいな、その GNN って教師ありのどうしたの、反教師付き、あ、でもさっきなんか教師なしとか教師あるとか、あ、いろいろあります、あの進化系として、あ、反教師ってどんな感じなの、とある程度与えるけど基本は自分でやってヒントだけみたいな、うん、じゃあわずかな例から自分で探索させるみたいな、うん、そうね、うん、いや、なんかニューラルネットワークのあくまで比喩でいくんだったら、まあ、複合ニューラルネットがあるように本当にいろいろ複雑にモデルが来るから、あのニューラルネットワークで出した一つの統計量、要約量からそれをまたニューラルネットに突っ込み、そうすることで全体的に最終的にニューラルネットで出した最後の結論はもっと改善しましたみたいな話も結構出てくるし、うん、この場合のなんかアミノ酸と全然違う話になっちゃうけど、なんかアミノ酸、タンパク質、医薬系の話で、タンパク質構造、未知のタンパク質構造をその分子式から構造を推測するってやつで、うん、バカみたいな飛躍を遂げた、また Google のチームがバカみたいな飛躍を出して、こんな上昇だったのに毎年1位が、うん、突然直角にバーンっていくつもめっちゃ上げた弱いチームだったんだけど、そのチームは今回いくつも複数のニューラルネットワークで一回要約量を出させて、それをまたニューラルネットワークに突っ込み結論を出し、で、まあ、GNN もきっとそういうことができるんじゃないかなと考えると、出すものは何でもいいっていう感じ、まあ、その都度決めるべきではあるんだと思うんですけど、ただまあ全体としているのは、そのあまりにも多くのモデルが開発されすぎてその流れを追うことに終始してしまっているところがこのレビュー論文の中であったので、うん、GNN とは何かと言ってみようと思って、多分 GCN の方がなんかいろんな記事があったと思う、自分もここら辺は気になるので、なんか進捗があったら俺にも教えてください。はい、なんかの何かしらの集まりとかで教えてください。使えそうだと思いますか。どうなんだ。いや、だからニューラルネットワークが今社会科学の方で使われてないのと同じようなことはまあ言える。だからブラックボックスだから、なんとも言えない。その予測タスクにおいてはだからこいつは使える。うん、だからネットワークを検出するんだっていう、あと中心性？中心性？多分中心性はあれですね、多分違う気がしますね。まあ、グラ正しくコミュニティを検出するんだっていう話なのであれば、こいつがおそらくはそのうち勝ってくるんだろうね、そうす、うん、全てのモデルに対して、はい、多分こいつが勝ってくるんだよ、ディープニューラルネットワークが勝っていったのと同じように、うん、そこは別にいいんだけど、それとは別な話で、そういう予測タスクではこいつは多分使えるんじゃないかな、俺は何もわからないけど、まあ、いわゆるニューラルネットワークという名を冠してるんだから、うん、おそらくそういうのはできるんだろう、今後時間が経てば。やっぱ説明には向かないって解釈性が低いっていうのはやっぱり辛いですね。
あとね、その解釈性っていう言葉も俺はすごい引っかかるんですよね。 そうなんですね。あれはあのそっちのニューラルネットワークとかで言ってる出てくる解釈性っていう単語と、もちろん社会科学とかで使う解釈性っていう単語って意外とズレがあったりして、例えばニューラルネット画像のニューラルネットワークみたいな話で言う と、 その中間中間で学習したものを、出力させて、この、中間層ではこんな特徴を、学習していますというようなものが分かったとすれば、その画像のどういうところを見て、このニューラルネットワークが A と判定したのか B と判定したのかが分かるみたいな話をしてるんですけど、それはまだそれはそれで解釈性なんです。ニューラルネットの解釈性なんですけど、社会科学でいうのは、この X が1単位増えたときに Y がどのぐらい増えるのかっていう変数の影響なわけですよ。データのどこを見たかっていう話じゃなくて、変数がもうどんなデータであったとしても、一つの変数がどういう、出力変数に対してどういう影響を持ってるのかっていうのが解釈性なんですよ、こっちは。そうですね。だからそこにまだ統計の一致性だったり普遍性だったり、全近接ない、正規性だったりとか、そういうところが絡んでくるわけですよね、統計が元になって経路経済があってっていう話。そうですね。そういうところの解釈性とはちょっと違ってるんだろうなっていうのを思いながら、解釈性っていうことを見聞きするわけです。なるほど、確かに。一応八木さんたちがまとめたノートがあるけど、読んでてあんまり有益な情報なかったな。もう本部入ってますよ、入ってますよ。いやいや、なんかね、あの そんなのねノートじゃないよ。ああ、なるほど。分かってる人たちの中で次何やるかみたいな話をしてる。まあでも多分これは大事な話だと思うんですよ。なんこんなに論文が出ててサーベイも出てるってことは、すごいですね。多分これもかなり一部で、それも最近のところだけを拾ってきたので、どんどん進んでるわけなんで、これはいつか勉強しなきゃいけないところだと思うんですよね。まあ、でもグラフニューラルネットワークのチャンネルがあるみたいなんで、ぜひ関東に入ってみてはいかがでしょうか。まあ、後で送っときます。ありがとうございます。はい、こんな感じです。はい、八木さん分かってそうだな。八木さんに質問したいのはぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。はい、ではじゃあ五十嵐さんそっちから。形式なんですかね。PDX、EDF、PDX でした。これどうやって抜くんですか。はい、はい、いきます。あ、抜けそう。うん、これ。うん、はい、お疲れ様でした。ポイントはお使いになりますか。いや、大丈夫ですよ、これ前にこれですね、C で、まあ、じゃあ、早速 USB を抜いてしまって、はい、ありがとうございます。はい、では、経済学研究家テレイ研究室の五十嵐と申します。よろしくお願いします。今日の話は、まあ、私がどういう研究をしているのかというのを、まあ、言うわけで、2人ともなんか社会ネットワーク分析はすごい詳しそうな印象を持っているので、まあ、それがマーケティングの方で、社会ネットワーク分析を見るとどうなっているのかっていう話なわけですね。はい、では その前に自己紹介で、名前が五十嵐未来です。経済学研究が属してまして、GPDS っていうそのデータ科学国際共同大学院っていうプログラムが東北大にはあるわけなんですけど、経済と、なんとか情報と農学医学とそのあたりが、共同で集まる大学院っていう、データ科学に関する、いろんな大学院の、
研究員たちが集まる共同大学院っていうのがあるんですけど、そこのメンバー一応自分が1期生でやってます。これからどんどん教育学入ってないんですか。教育学も連携には入ってなかったのかな、ちょっと覚えてないですね。まあでも今後なんかデータ科学に関係あれば多分こういうところがいけると思うので多分入れるでしょう。で DC1 取ってますと。で興味のある分野としては、まあ自分の照之先生っていうその指導教員がベイズの人なのでベイズモデリングに興味がありますと。でマーケティングやってるので消費者マーケティングの中でも消費者行動のあたりが、メインかなと自分で思ってまして、まあ、機械学習も最近は照之先生の機械学習を勉強していらっしゃいまして、そこに関連して機械学習も取り入れてると。だから機械学習って結構マーケティングで全然使われてないんですよ。今他の自然科学の分野では機械学習って腐るほど使われてるわけですけど、マーケティングのというかまあ社会科学の理論とかの話ではそこまでまだ使われてないので、ここがどう機械学習が入っていける余地がどこにあるのかなっていうのを探りながら機械学習と、ベイズモデリングを使いながら消費者行動を研究してるわけですね。で学会としてはマーケティングサイエンス系の学会に入ってますと。で研究活動はまあいろいろ転々としているわけなんですよ。実は一貫としたものをやってるわけではなくて、卒論ではまあ卒論は別にいいか、修士からその先輩の、研究を引き継いだりとか、自分でソーシャルメディアの口コミを使って売り上げを予測する研究とかやってるわけです。そこをスパンが短いように長続きしてないわけですね。で春に修士論文をの研究だと思ってやった研究がちょっと夏に、方向転換してトピックモデルをゼロから学ぶという、でそれで修論を書くというちょっとなかなか大変なことをやったわけですけど、この最後の修論でやった研究が今も続いて一応これが長続きしている研究となります。え今まはいどうぞ。あいや打足になっちゃうんですけど、あ全然、うん、一応修論は書けてもう終わったんですけど。あそうですそうですそうです。えでドクターなんで、ドクターの1年なので修論終わって今はドクターの1年。なるほど、はい、あ失礼しました。で2つの研究会と勉強会に主には入ってまして、 TIS っていう前回の LT 大会で千葉さんが確か話したんですよね。言ってましたね、はい、で彼が発起人となって、去年の夏ぐらいから始まっている東北インフォマティクススチューデントグループで TIS らしいんですけども、あれちょっと待ってください、あれ1月ありましたよね確か。1月あこの TIS ですか。あありますね。24あよかった、ね、なんか誘われてたなと思ったんですけど、はい、行き忘れだっけって思った。24だかにあるので、はい僕も誘われました。行きます。じゃあスラックとかに入ればいいんじゃないですかね。あスラックありましたね。 あるんで、はい、そうですね、後で招待しておきます、はい、ありがとうございます。でここはグループが何やってるかって、まあその GPDS とか千葉さんがそのロボティクスの人なのでロボティクスの関連の人たちが集まってるわけですけど、まあデータ科学じゃないか、情報科学か、情報インフォマティクスなので情報科学というキーワードをもとにいろんなところが集まる、まあ何でもありな研究会なわけで、目的としてはいろんな人たちがその東北大学って結構ポツンとしてて、他の東京とか大阪とかに比べてポツンとしちゃってるので、東北大の中だけでもみんなで集まって、いろいろ研究とかディスカッションとかしていきましょうっていうのがこのグループなわけですね。でそれと全く同じようなことを自分は実は経済系でも4月ぐらいからやってまして、まあ経済学研究家ってその東北大がポツンとなってるように経済学研究家も一人一人がポツンとしてるわけですよ、経済研究家って。まあなぜかというと単純に人が少ないから、大学院生に進む人はまずそもそも少ないので、と自分の研究の関連領域をやってる人がそもそもいないわけですね周りに。なので自然とその指導教官と自分の研究みたいな感じになってしまって、なかなかネットワークがつながらないので、まあちょっと幅を広く範囲を広く持たせていろんな人が集まって、いろいろディスカッションしましょうよっていうことで勉強会やったわけですね。沢谷君も入ってくれています。で学部生から一応博士、自分が一番上なので D1 の博士まで広く在籍して、で4月からの前期って言っていいのかな、年度の前期は週1でやってたんですけど、ちょっとあまりにも多すぎたので月2回に減らして開催してます。でトピックとしては
まあ、統計マーケティング研究協会って言ってるので一応まあそのあたりのことを言ってますね。機械学習とかマーケティング論、あとプログラミング言語は別に経済の人たちってそんなプログラミングやらないので自分がちょっと R の使い方を教えるぐらいの話なわけですけど、そのぐらいのことをやってますね。機械学習とかは、ニューラルネットワークとか、あと因果探索のやつとかやりましたね。あと自分というか、なんかこの経済学研究が実はなんかすごい LDA が流行ってまして、トピックモデルがすごい流行ってまして、なぜかわからないけどああトピックモデルの勉強会とかもやりましたね。で自分としてはこのマーケティング論の勉強会を持ってやりたいわけですよ。経済学研究家結構統計系のマーケティングの先生は多いんですけど、マーケティング論というか理論的な先生が少なくて、そのつまりは学生も少ないわけで、マーケティングの理論を学ぶ機会がなかなかないわけですよ。でここにいるからには、統計的な知識だけじゃなくて、もちろん理論のことも分かって、どっちも分かって研究した方がもちろんいいわけなんで、マーケティング論とかの勉強もしたいわけです。まあ多分なかなかできなくてどうしようかなと悩んでるところですね。で勉強会なので、そのメンバーが勉強したことを発表する勉強会もありますし、個々の修士の人とかだったら研究の発表とかもしてくれてます。で、AZ さんメンバー募集中ですので、でもちろん経済系って名前関してますけど、経済にこだわるつもりは全くないので、何か興味があれば入ってくれればと思います。じゃあここから私の研究の話になりまして、社会ネットワーク分析が何をやってるかっていうのを、まあ簡単にまとめると、まあ、ソーシャルネットワークが、まあこれ今ソーシャルネットワークだとして、ソーシャルネットワークがあった時にこれの特徴がどうなっているのかっていうのを分析したわけですね。特徴っていう言ってもまあいくつかありまして、全体的な特徴、グローバルな特徴とか、ダイアディック、トライアディックって言って、この2人の関係性とか、その3人の関係性も重要だみたいなことも言われてる。こういった関係性がどういう特徴を持っているのかと、あと個人としてそのネットワークの中でどういう位置を占めているのかとか、マーケティングだったらこの人がインフルエンサーというかインフルエンスなのかどうかとか、周りから影響を受けやすい人なのかどうかとか、いうインディビジュアル、個人的な特徴があるんですね。こういった切り口からソーシャルネットワークを分析するのを、まあ、そう社会ネットワーク分析というわけです。で、その全体的な特徴を見ると一口に言ってもいろんなものがありまして、例えば次数分布を出して、それがスケールフリー性に、を持ってるのかどうかみたいなことを言ったりとか、スモールワード性があるのかどうかと言ったりとか、さっきも言ったようなコミュニティを、検出できるのか、どんなコミュニティ構造があるのかとは言った分析があるわけですね。で、ダイアディック、トライアディックだとしても、その結びつきの強さ、強いのか弱いのか、あるいは性のポジティブなつながりなのかネガティブな、この人の言うことは絶対に聞きたくないとか、この人が言ったことと別のことをするんだみたいな、マイナスなネガティブなつながりとかもあるわけで、それの強いのか弱いのかとかいう結びつきの強さを研究するものがあったり、分析するものがあったり、あと結びつきの種類とかもあるわけですね。行動、この人と真ん中の人と、左の人は、音楽という共通の趣味でつながっている人ですよとか、こっちの右側の人とは、学校の同級生というつながりでつながってるわけですよ。このつながりの種類が違うわけですね。仮に結びつきの強さとかが同じだとしても種類が違うわけです。種類が違えば、例えば流れる情報とかも違うわけです。この人に、この人、真ん中の人がなんか音楽に関するこのアーティストいいよねっていう風につぶやいたときは、おそらく音楽の人の方が、強く情報が流れるだと。仮に結びつきの強さが一緒だったとしても流れるだろうと。で、学校の話であればこっち右側の人に流れるだろうと。で、結びつきの種類とかも、大事になってくるわけです。で、個人的な特徴だと、まあ一番有名なもので言えば中心性、この人がどのぐらい中心の位置に占めてるのか、でこの中心の位置を占めてるって一つ言ってとしても、実数中心性だったり、近接中心性だったりとか、いろんな中心性の尺度があるわけですね。そういう中心性を分析したりとか、インフルエンス、この個人、ある個人が周りに影響を与えるインフルエンサーなのか、周りから、あるいは周りからの影響を受けやすい感受性を強い人なのかどうかとかいったような、グローバルとかダイアディックとかインディビジュアルな分析があるわけです。で、マーケティングでは、これをどういう切り口でこの社会ネットワーク分析を使うのかというと、まあ今
我々、まあ、これまでマーケティングっていうのは、まあ、マーケティングなので企業と消費者がいるわけなんですけど、企業から消費者に情報を伝達するのが流れだったわけですよ、CM とかでもそうですけど、広告とか、なんか物をアプローチするだったり商品をアプローチするだったりしても B2C だったわけですね。でも最近は、まあ、もう多分肌に感じてると思うんですけど、ソーシャルメディアとかが発達していって、消費者同士の関わりっていうのがすごい重要になってる。あら、この人がこう言ったから私も買うんだとか、なんか検索した時に、あ、すごい綺麗なとこに旅行行ってる人がいたってなったら、そこの旅行先に行きたくなるだとか、そういったふうに消費者間の関係性っていうのがこれまでよりもすごいとても重要になってきて、もう B2C の流れよりも C と C の間の、関係性の方が、企業に重要なインパクトを与えているような時代になってきてるわけですね。邪魔に抜けてた。いやすいません、失礼しました。大丈夫です。なので、その社会ネットワーク、まあ、だからつまり消費者のネットワークがどんな特徴を持っていて、その特徴がどのように消費者行動に影響を与え、消費者行動っていうのは買うでもあるし、物を買うでも物を売るでもあるし、例えばリツイートみたいな情報を流すでも情報を受け取るでも、いろんなものを消費者行動っていうわけですけど、こういった消費者行動にこのソーシャルネットワークの特徴がどのような影響を与えているのかっていうのをマーケティングでは知りたいわけです。ここがすごい今日この影響というこの矢印がとても興味ある。なので、この社会ネットワーク分析を通じて、その消費者ネットワークの情報特徴量を、抽出して、それが消費者行動にどのような影響を与えるのかを調べるのがマーケティングにおける社会ネットワーク分析です。で、私はこういうような、大風呂敷を広げたわけですけど、この中、こういう大きな枠組みの中で何をやってるのかっていうと、消費者行動を知りたかったんですけども、まあ、まだ1年半という期間しか勉強できてないので、ここまでは行き着いてないと。で、まだソーシャルネットワークを分析するだけの話ですと。で、ソーシャルネットワークを分析する中でも、グローバルな特徴をにしか着目できてないと。で、グローバルの分析の中でも、コミュニティを検出したいんだっていうような狭いところをやってるわけですね。で、コミュニティ検出にもいろいろあるわけです。さっきも言ったようにアルゴリズムベースで、いろんなアルゴリズムがあって、それでコミュニティを検出するとか、モジュラリティっていう、なんかそのモジュラリティが高いと、つまりはコミュニティなわけですね。そのコミュニティの指標が高くなるように分割していけば、まあ、もちろんコミュニティが得られるわけなんですけど、モジュラリティの話だったりとか、統計モデルとかをベースにしたものとかがあるわけです。で、これの中のこのブロックモデルっていうものが一番統計モデルで、まあ、有名なのかどうかは分かんないですけど、まあ、メインなわけですね。このブロックモデルをベイズ推定で、推定するパラメータを推定する、まあ、つまりはトピックモデルなんですけど、 LDA とかのトピックモデルですね。あそこの話を私はやってる。このぐらいあんな大きな話をしてもやってるところはこんな細かなところ、まあ、研究っていうのはまあ大概そんなもん。これは大丈夫ですか？入ってなかった。やばい。やばいのでは今回。しまった。まあ、トピックモデルっていうのが何なのかっていうのを、まあ、簡単に説明しますね。単語がある文章の中にも、まあ、文章っていうのは単語で構成されてるわけで、単語一つ一つにトピックがあるだろうと仮定するのがトピックモデルなわけで。野球っていう単語だったら、まあ、なんかスポーツというようなトピックからおそらく出ている、生成されているだろうと、国会っていう言葉で単語であれば政治のようなトピックから、こう生成されているだろうというような話なわけです。この文章 D の N 番目の単語が、どのようなトピックなのかっていうのはこの ZDN なわけですね。 ZDN はまたさっきの言えばスポーツとか国会のような、トピックなわけです。で、それがシータ D っていう、まあ、パラメータに従って何か一つ生成されているというふうに仮定するわけで、で、同じように単語の WDN ってものも、ファイ、まあ、さっき決めたトピックの K だとすればファイ K っていうパラメータに従って何か一つ単語が生成されるわけ で、このシータ D とかファイ K とかが何を表しているかっていうと、シータ D っていうのはその文章 D
文書 D が、の中の単語がどのぐらいの確率でどのトピックに属しているのか、スポーツと、じゃあ国会あスポーツと政治っていうトピックが、まあ、0.5、0.5 ぐらいだとすれば、その文書 D の中の単語も大体半分半分半分がスポーツのトピックで半分が政治のトピックの言葉だというようなトピックの分布を持っていると仮定するわけですね。同じように、ファイ K っていうのはそのあるトピック K がスポーツというトピックだとすれば、スポーツというトピックが与えられればどのような単語が出やすいのか、スポーツだったらまあ野球とかサッカーとかはおそらく出やすいだろうと、逆にスポーツというトピックで国会とか首相とかいう言葉は出ないだろうと、で逆に、政治っていうトピックだったら野球とかサッカーは出にくいし、国会とか首相とかいう単語は出やすいと、そういうような単語のあトピックに関しての単語の分布を持っているというふうに書いてます。そうすると、見えてくるのはこの行列分解なわけですね。 W っていうのがデータで、行方向が文書で、列方向が単語だから、まあ、次にかこれだとすればその1番目の文書に、単語の単語1 V1 っていう単語が入ってるのか入ってないのか、あるいはまあヒントでもいいんですけど、そういったものが並んでる行列なわけですよ、この W っていうのは。でこの W っていうものをシータ、このトピック分布のシータと単語分布のファイに分解する、まあ、確率的に分解するのがこのトピックモデルなんですね。確率的に分解することで、このラージ K、このラージ K っていうのがトピックの数なわけですけど、この D×V というその構造がわからない一つの行列だったものを、この K っていう特徴にを見え特徴が見える形で行列分解できるのがトピックモデル。これをやってるわけです。で私はこのまあこれの LDA っていうのは基本的にこのテキストに用いられるわけなんですけど、これを、ネットワークの方に応用したものがこのまあ一つはまあミックスメンバーシップストキャスティックブロックの MMSB っていうものなんですけど、そういうものがまあありますと。まあでもこれもやってることは同じで、まあここのいいんですけど、ここだけ見てもらえば、下の行列分解のところだけ見てもらえば、さっきデータが W でドキュメントタームマトリックスだったわけですね、文書と単語の行列だったわけですけど、今度はノードとノードの、マトリックスになるわけです。つまりさっきの隣接行列、あるノード D と他のノード D' が、結びついているのか結びついているのか、0、1のデータだったり、あるいはあと重み付きだったりすれば、そこの2つのノードの関係性がどういう連続値で表されているのかみたいなのが入っているのがこの A なわけです。この A を、同じように A イータっていうのがさっきのトピック分布のシータに対応するわけですけど、その一つ一つのノードがどのトピックに属しているのか、学校というコミュニティに属しているのか、あるいは音楽という趣味のコミュニティに属しているのかみたいなものがこのイータに入ってるわけですね。このイータっていうものと、その学校というトピック同士のノードだったらどのぐらいの確率で結びつくのかっていうのがこのプサイなわけですけども、このイータとプサイと、相手方のイータね、自分がこのあるノード D から D' への矢印だとすれば、 D 側のイータと D' 側のイータとそのトピック同士の結びつきを表すプサイですね。この3つに行列を分解することで、コミュニティを検出しようっていうのがこの MMSB のやってることなんです。なのでこの D×D のコミュニティというトピック K が見えてない行列をトピックが見える形で K の、K が見える形で行列に確率的に分解すれば、このトピックコミュニティ K が見つかるわけです。これがやってるのがこの MMSB だけですね。このあたりは何ですかね、トピックモデルが分かればそんな別に難しいことはやってないので分かると思います。じゃあマーケティングでこのコミュニティ検出をしたいよってなった時に、コミュニティを検出しただけでは実はマーケティングではちょっと物足りなくて、なぜ物足りないかっていう話をして、まあ、今ちょっと学校、まあ、同級生のようなコミュニティを考えてほしいんですけど、まあ、同級生なので、まあ、みんなつながってるわけですよ。つながりがあるわけですね、何らかの関係性で。なのでコミュニティ検出というかネットワークの情報を見れば、これは一つのコミュニティなわけです。一つのコミュニティ、みんな
あのコミュニティっていうのはエッジが密になってればそれはコミュニティなわけなので、この9人か 3×3 の9人はみんなエッジが密になってるわけなので、この9人の9つのノードか9つのノード間にはすごいエッジが密になってるので1つのコミュニティなわけなんですけど、学校同級生っていうコミュニティだとするとそれぞれみんないろんな趣味がありますよと。例えば音楽が趣味の人もいれば読書が趣味の人もいるし、部活動に入ってスポーツが好きな人もいると、こういうような、それぞれの興味とか関心が違うっていうようなコミュニティであれば、マーケティングとしてはこれを分けたいわけです。この3つのコミュニティというかセグメントに分けたいのがマーケティングなわけですね。なぜかというと、さっきも言ったようにこれを1つのコミュニティとして音楽の情報をボンと投げたとしても、ヒットするのはおそらくこの音楽のコミュニティな、音楽のセグメントなんです。スポーツとか読書のセグメントには届かないわけですよ。だとすればもう最初からこの3人に絞って、音楽の情報を投げた方が効率的ですよね。なのでマーケティングではこういうふうにできる限り細かくというか意味のあるセグメントにしたいわけですよ。もちろんこれでも意味はあるんですよ。同級生なので、まあ何らかのつながりは他の人と比べればつながりが強いはずなので、いくら音楽のところにヒットするとは言っても他の、スポーツとか、読書が好きなセグメントに対してもいつかはたどり着くんです。でも効率的なのはやっぱりこっちなわけですよね。こっちにセグメントを絞って集中投下した方が効率的なわけです。なのでマーケティングではこういうふうに分けたいわけですね。じゃあこういうふうに分けようってなった時に、どんな手法が使えるのかっていうのを考えると、さっき言ったネットワークのだけを考える手法ではたどり着けないわけですよ。これにはなぜかというと、これはみんな密になっている一つのコミュニティなので、これ以上には分解できないわけです。じゃあこの関心で分けようかってなると、まあ関心、ソーシャルメディアとかツイッターで言えば、まあこの人たちはまあこの関心に従って何らかのテキスト情報だったり画像とか動画とかを投稿してるわけですよね。こういったものを使ってこの関心で分けようとすると、同じ音楽を趣味を音楽っていう趣味を持つ全く別なコミュニティもあるわけですよね。おそらくあるわけですよ。当たり前ですけど、でもそこのコミュニティとそこのセグメントとこのセグメントっていうのはネットワーク上ではつながってないわけですよね。だからセグメントとしても別なものとして考えているわけです。でもこの関心だけに着目してしまうと、この離れたセグメントを一つのセグメントとして見なしてほしい。これはこれでまた効率が悪いので、まあ何を言いたいかというと、どっちも見なきゃいけないんですよね。ネットワークとコンテンツとどっちも見ることでこの意味のあるセグメンテーションにつながっていくわけです。これをやってるのが私の研究なわけなんですよ。だからつまりネットワークのみに着目すると、そのコミュニティの中の異質性、この音楽の趣味を持つとかスポーツの趣味を持つとか本の読書を持つとか趣味を持つとか、こういった異質性を考慮できないモデリングになってしまうと。じゃあこの関心だけに着目してしまうと、ネットワーク情報を使えてないのでもったいないセグメントになってしまうわけですね。でコミュニティそのコミュニティ、じゃあこのさっきのこれをあれ一つのコミュニティっていうものを検出して、その中でその関心でクラスタリングすればいいじゃないかっていうのも、まあ最もの考えなわけですけど、また一つ壁があって、我々はミックスのメンバーシップなわけです。つまり同級生っていうコミュニティも属していながら、部活動っていう関係で他の学校の部活、同じ部活の生徒とかとつながってるわけですね。他にもこの人だってそのスポーツはやってるけども、家に帰ればじゃあギターをやってるみたいな感じで音楽の趣味があったりするわけです。いろんなコミュニティにちょっとずつ顔を出してちょっとずつ属してるのが我々人なわけですね。で消費者も同じように、ソーシャルメディア上でもいろんなコミュニティにまたがって、属してるわけです。だからコミュニティがオーバーラップしてるんですよね。そういったものを、考えた場合は、もう一つのコミュニティを検出してから、そのクラスタリングするみたいなことも使えないわけです。だからこのミックスとメンバーシップ性とこの同時モデリング、コンテンツとネットワークの同時モデリングを一緒に考えないと、意味のあるセグメンテーションにつながっていかない。なのでそれを可能にするモデルを研究していますっていう話でした。というのが私の研究で、まあこれがもしこれが達成できれば、まあまだパブリッシュとかできてないんで、まあ、まだまだ研究段階なわけなんですけど、これがもし大丈夫であれば、
グローバルなところが分かるわけですね。ソーシャルネットワークがどういう構造を持っている意味のあるセグメンテーションをした、特徴量抽出ができるわけですね、ソーシャルネットワーク。でそういったものがこの消費者行動にどういう影響を与えているのかを見ることができる。つまり、この音楽同級生というコミュニティの中の音楽っていうセグメントの人たちの間で起こった、例えばなんだろう、ムーブメントみたいなものが他の、コミュニティにどう伝播していくのかみたいな消費者行動が分かるわけです。こういったものを研究できると、まあ、まだここら辺は消費者行動では進んでないところなので、もしこういったことが分かれば、まあ、一本論文になるというか一本の研究になるので、ここを目指して私は頑張っていますという話ですね。今日の話はこんなもんで、Google に高く売れそうですね。どうなんですかね。はい、ありがとうございました。あ、めっちゃわかりやすかったですね。あと、まあ、時間はしばらくあると思いますが、あと50分ぐらい、じゃあ早速質疑応答。はい、じゃあ質問なんですけど、一番最初でいくつか属してたかなと思うんですけど、一番最初です。ああ、私の話ですか。はい、あ、研究の話、私の話。はい、はい、ぶっちゃけっていくらぐらいもらえてますか。何じゃないですか。月ですか。月月額、月額は20万ですよ、この TC は。少ないですよ。GPDS は GPDS でもらえるんですけど、 DC1 になると GPDS の援助がなくなるんで、かぶれないです。マジっすか。それは GPDS の話じゃなくて DC1 の決まりかな。あ、DC1 は、あ、でも俺らの代から一応制度がちょっと緩くなったんですけど、今まではバイトもできなかったわけですよ。 TA とかできなかったんですよ。まあ、やっとできるようになったんでちょっとずつは変わってるんですけど、でもまだまだその傾向は残ってて、 DC1 になって特別研究員として国からお金もらってんだから研究だけに集中しなさいって言われちゃうわけですよ。他のことをするなって言うわけですよ。それはちょっと、ちょっと今の時代にちょっとそこがですね。だから、でもこの俺らの代からこの変わる流れができたので、もしかすると2年後3年後4年後っていった時にもうちょっと生徒が今の時代にマッチしたものになる可能性はまああるかもしれない。いやー、でもあれですね、仕事するのはまあ分かるにしても、学士援助を断たれてし、共存できないな、ね、厳しいです厳しいですよ。なるほど。DC1 はまあ別にそのお金っていう観点で見れば当たり前ですけど、他の会社に行って就職して行った方がもちろん金はもらえる。これボーナスないので DC1 は毎月の給料っていう名前なんですけどね、まあ、給料が出てるだけで別にボーナスが夏と冬にあるわけじゃないので。なるほど。いや、厳しいですね。まあ厳しいです。そうですね。アメリカ行こうかと思ってます。あ、いいんじゃ、いいと思いますよ。アメリカ行くのは頑張って英語してます。はい、まあ早速ですね。はい、あ、じゃあ、あれ、あ、いいですか。なんか、あ、どうしようね。ちょっと適当ですけど、このネットワークから消費者行動を分析するってなった時に、なんか全く想像ができないんですけど。ああ、そうですか。消費者行動から、その結果から、なんかネットワークのその関係性とかそのリンクのあり方を予測するっていう感じだと思うんですけど。ああ、なるほど。まあ。社会科学は全般に言えることなんですけど、まあ、矢印今こっち右向きですね。右でいいね。右向きなんですけど、大体の事象は両方に矢印向いてると思うんですよ、社会科学の現象って。だからこのネットワーク、じゃあそのネットワークから消費者行動の話で言うと、じゃあそのさっきも言ったようにすごい密なネットワークだとするじゃないですか。密なネットワークだったらこの中にいるノードというかこの消費者は、ある消費者が物を買えば他の消費者もそれに追随して買うような気がしますよね。それは密なネットワークというグローバルな特性を持ってるから、消費者行動がどんどん消費行動が上向きになってるわけ。逆にその全然密じゃない、なんか知らない人同士のネットワークがあったとすれば、お見合いサイト、出会い系サイトとかってあれ全然知らない人とマッチングするわけなので、
そうなネットワークじゃないですか。というか、つながりの薄いネットワークじゃないですか。あれ、あそこで誰かが何か物を買ったとしても、他の人にはあまり広がっていかないわけです。だから、ソナネットワークの時は、この消費行動は下向きになるわけですね。こういうようなソーシャルネットワークの特性が原因となって、消費行動という結果が起きる。うん、この流れ、わかります、はい、でも、絶対逆もあるわけですよ。消費行動が上向きになれば、そのネットワークはどんどん、その、リンクの重みが重くなっていく。つながりが深くなっていくと思うんですよ。だからこっち側の左向きの矢印も絶対にあるわけなんですよね。でも買ったものによってトピックが付与される。ああ、そう、そういうのも、そういうのもあるし。なるほど。だからでも、まあマーケティングで知りたいのは、まあ一応はまずはこっちからこっちの向きなわけです。うん、こっちからこっちの向きが分かれば、企業はそこに投資をできるわけですね。グローバルな特徴が、こういう特徴が上がれば消費行動が上がるっていう因果関係が分かれば、このグローバルな特徴を上げることに注力できるわけです、うん、企業がやりたいのは、まあ、つまりは最終的には消費行動を伸ばしたいわけですね。物を買わせたいわけ、自社の商品を買わせたいわけですけど、自社の商品を買わすっていう最終的なゴールってなかなか達成するのが難しい。そこまでにいろんなプロセスがあるから。だからプロセスに分解していって、自分がその会社としてリーチしやすいところから手をつけていくわけですね。で、その消費行動を上げることよりもグローバルな何らかの特性を上げることの方が簡単であれば、そっちに、資金を、集中させた方が効率的なわけです。こっちは難しいから、消費行動、そういう流れがマーケティングというか、企業としてはそれが基本ベースとなっているわけなので、マーケティング学という学問としてもこっからこっちの流れを知っている。でも社会現象としては絶対に矢印は両方向だと思います。いやー、なんか自分も教育のさっきの話なんですけど、まあ、やりたいことが結構これに近いこともあって、うん、近いというか、逆にこれで広がる気はするんですけど、なんかやっぱり人と人との関わりの中にやっぱり学習とか教育とかそういうのを突っ込んでいきたいなっていうところがあるので、やっぱり個人間の関係を分析したりとかっていうあたりが興味ありますね。まあ、感想みたいに言いましたけど。いいですね。いや、まあ自分としてはまあその学部1年でこれだけその熱心に勉強できているのが素晴らしいと思うので、まあぜひこのまま頑張っていってください。頑張ります。自分は全然修士に上がってから研究に本腰入れたぐらいなんで。さっきのこのコミュニティがなんかまた入れるようなコミュニティの作り方のモデルっていうのはうまくいってるんですか？ミックスメンバーシップの話ですか？あれは一応そのシミュレーション上ではうまくいってるので、なんていうか、そのミックスのだからいろんなコミュニティにまたがってるようなデータを生成したとしても、それと同じようにそのコミュニティを再現できるので、うん、まあ、モデルとしては正しいわけですね。はい、ただ、社会学の難しいところは、面白いデータを持ってこないとあんまり論文にならないんですよ。このままだと統計学の方に論文を投稿することになるんですね。シミュレーション上でうまくいったと。データはあくまでも応用例だよっていうと統計の方になるんですけど、これで何かのデータでこんな面白い結果が取れたとか、まあ、そこからもっと発展してこういう消費者行動につながってるよみたいなのまで分かると、マーケティングの方でアクセプトされる。でもここはちょっとまだ難しいので、この研究の投稿先は どこになるのかなっていうのはちょっと先生と議論はしてるんですけど。なるほど。ただ消費者行動を包括的に議論するにはだいぶ道のりは遠そうですね。包括的には無理だと思いますね、うん、俺は。でむしろ包括的に見ることの方がなんかナンセンスというか、そうです、ね、広すぎるので、広すぎるのを見たとしても、森を見て木を見ずみたいな。そうです、ね、木を見て森を見ずじゃなくて、森を見て木を見ずっていう感じ。まあ、木も大事なんで。そうですね。森も大事だけどね、もちろん。で、あと実際の現場としては森よりも木を見た方がうまくいくことの方が多いわけなので。確かに。そうですね。なんかそこら辺のなんか
NN あたりが何とかしてくれそうな気もしますけど、うん、NN ね、うん、全両方いい塩梅で見てくれないかなという期待はあります。全体最適ってやつですね。まあ気がします。いや、そうなんですよ。だからまあこれもやってることはつまりはコミュニティ検出なわけなんで、まあ、絶対多分グラフニューラルネットワークも同じようなことできると思うんですよ、俺は。そうですね、これはできると思うんですよ、多分これは。ああ、確かに。ただ、これをなんていうか、なんか、うまいことを、うん、いろいろ、なんですかね、あの小手先であまりいろんな変形とかできなそうですよね、今のところ。というか、まあ、一応その、まあ、これはモデルベースでコミュニティ検出をするときの、利点なわけですけど、まあ、今ミックスメンバーシップなので、この人はまあメインには本のコミュニティに属してるけど、スポーツとか音楽に属してるコミュニティの量というか割合みたいなのがパラメータとして分かるわけですね。このノードのトピック分布を見れば、どのコミュニティにどのぐらい属してるかが分かると。で、こことここのコミュニティ同士の関係性っていうのもさっきのプサイ、このプサイではあるというふうにパラメータなので、まあ見て分かる、それ自体に意味がある。そうパラメータの値に意味があるわけですよね。そこら辺はニューラルネットワークだとパラメータの値には一応意味はないわけなんですよ、今のところは。ちょっとまだそこも怪しいんですけど、今のところはないわけなんで、一致性とかも何もないしなので、その結果としては当たると、予測として多分この同じような図を出せるんだけど、その中、そのニューラルネットが持ってる学習機の中で持ってるパラメータの値自体にはおそらく意味はないわけ、今のところはと言われているので、それに比べれば統計モデルというか、こういう目で見てどのぐらいこの人が属しているのかが分かった方が、まあ社会科学というかマーケティング的には一応面白いとは思うので、こっちを使って、そういうなんか住み分けはできるけども、まあ、でも実際この結果だけが得たいんだよっていうような場面であれば、もうグラフニューラルネットワークこれできんだったら、これをやったグラフニューラルネットワークでやった方がいいと思う。企業とかだとそうなんですね。そうははは、なるほど。ああ、そうですね。なんか建設的に意味を確定していくんだったら、研究の段階では全然使わないようにするのがいいと思うから、まあ、使い分けができそうですね。だ現実の世界でニューラルネットワークを使わない手はないとは思ってるんですけどね、これは。そうですね。一応言われてるのは、その、会社として判断するときは何らかの確証が欲しいわけです、ね、お金を払うわけなので。なぜかわからないけど A と予測されましたで A に投資はできない。そうですね。こういう理論の元があって、このデータを取ってこういう不確実性もこんくらいありながら A というものを出しましたっていうものだったら、その不確実性に応じてお金を出せるわけですね。そうですね。そういう場面で一応ニューラルネットワークは使えないっていうことにはなるわけですけども、そうです、うん、なのでそういったものを除けば基本的にはこのサークルというかセグメントが得られれば嬉しいっていう場面の方がおそらく現実は多いと思うので、そういうところではこの予測力がずば抜けて高いものを使うべきだとは思うんですけど、まあ、両方回せればそれに越したことない。もちろんそれに越したことないし、これとなんか近いことをやってるような研究っていうのはたくさんはないんですか。実はこのネットワークとコンテンツを両方見ようぜっていう研究って全然進んないですよ、思ったよりも。俺は的にはこんなの誰でも思いつくだろうと思っているんだけども、一応2018年にこれと同じような研究が出てるんですけど、2018年はこれのこのミックスのメンバーシップがないものが出てるんですよ。ストキャスティックブロックモデルって、これストキャスティックブロックモデル SBM っていうものがあるんですよ。これにこれをミックスのメンバーシップに拡張したのがこの MMSB、うん、SBM での、モデルの中でこのコンテンツもネットワークも両方見ようぜっていう研究は1個あるんですね、うん、でもこの MMSB の方ではないわけなので、一応自分はこれのなんていうか新しさはモデルの新しさはあると一応ご自身でお考えになったんですね。
あ、はい、そうです。お、すげえ。はい、そうです。へえ。うちの研究室は基本的にモデルを作り出す研究室なので、お、すごい。何らかのモデルの新しさがないと多分先生からこれ別に真似事じゃないって、ただの応用じゃんって言われてしまう。いやー、でもこれいいな。なんか本当になんかこの文脈、なんやろ、あ、プロ単位に教育が成立するような、教育って何だろう、これに合わせて思想投下できるようなシステムが作れれば面白いかもしれません。スポーツだったらスポーツの資産とか紹介したりとか、あるいは提供したりとか、そういう仕組みが作れる。あと、この、まあ、この意味のあるセグメンテーションっていうのが 今のゴールだとすると、これにたどり着く方法って多分おそらくいっぱいあるわけです、うん、同じコミュニティ検出っていうゴールにたどり着くものがさっきいろいろあるよって言いましたよね、うん、と同じように、この意味のあるセグメントにたどり着く方法も絶対あるわけです、うん、多くある。あと、自分がそのモデルベースのところしかサーベイしてないだけで、うん、他のところではちょっともしかしたら似たようなことがもしかしたらあるかもしれない。ちょっと広すぎるから俺はサーベイしてないんですけど、まあ、あとセグメンテーションの分け方は、分け方というかラベルについては結構、何やろ、主観じゃないけど、いや、主観は多いと思いますね、うん、まあ、やっぱりそうなっていきますよね、うん、なんかどういう分類をするか、いくつクラスを設定するかとかは結構難しい判断になってくるような気がしますね。なんか複雑なところまで行き過ぎると、その主観が入り過ぎるっていう議論の余地はあると思うんですけど、こんぐらい単純であれば、パッと見その音楽の一つのコミュニティの中の音楽のセグメントに、集中した方がいいよっていうのは直感的にも分かるし、理論的にもそうなわけです。なんていうか、このインフルエンスの領域限定性みたいなものが理論的にあるわけなんですけど、この人が今インフルエンサーだとすると、この人のインフルエンサーとしてのインフルエンス、影響力っていうのは本の影響力なわけですよ。この人が本の、ことを言ったら他の人にも影響力があるけど、この人が音楽のことを言ったとしても他の人には影響しないわけですよ。というような、インフルエンスのドメインスペシフィックとか言うんですけど、そういうものがあるわけなんで、まあ、影響力とかもこの意味のあるセグメント単位で見た方が絶対にいいわけっていうのは理論的にも直感的にも合ってるので、これで分ける意味は絶対にあるはずなんです。なるほど。こうやって教師付きとかにしたりはしてるんですか？教師ありもできますけど、なんというか現実のデータは教師はないので、うん、現実のデータのことを考えると、別に教師付きにするのは今のところは考えてない。できる、できる、絶対できる。なんか実装できないんですかね、これ。実装っていうのは、その推定アルゴリズム実装じゃなくて、アプリとかへの実装っていう。社会に実装するに合わせて。あ、社会に実装する。うん、おー。俺はそこまでは考えないんですよね、研究者として。俺はモデルを作りましたよっていうところが仕事だと思ってるんで。実装は確かにね、できたら面白いんだけど、これがどうなっていくのかはちょっとわかんないですね。コミュニティ検出して、僕の発想はやっぱり教育資源の投下先を選定する話になっちゃうんですけど、うん、他は何かあるかな。とあれですよね、なんかその推薦なんか、うん、レコメンドの機能みたいな感じで、なんか同じような離れてるトピックを持つ、ああ、そうそうそう、そうなんですね、ぶつけて、このインフルエンス能力を高めて、よりプロモーションに役立ちてるみたいな、っていうのもありました。フェイスブックに勝てるかなっていうところがあるのかな、それはちょっとな、うん、やっぱりグループ単位で見ることの何か有用性というか、その個人がどういう関連をしているかという観点だと、フェイスブック一強という感じがあるので、逆にフェイスブックに寄ればいいんじゃない。それはあるけど、やっぱり僕としては集団単位を見る、やっぱりそうなると社会制度とか政治の話とかそういう話の方になるのかなと、実装関係としては、やっぱりこういうところはあれなんですね、実装の精神ですね。俺は理論家になれない壁ですよね。いや、それは全然自分の興味の
行く矛先の覇者。ちなみに照井先生自身は何をなさってるんですか。照井先生自身は今ですか、はい、今は研究課長としての仕事を全うしてます。研究はしてない。研究してないんです。研究はしてない。研究できないよ研究課長は。あ、無理だね。会議、毎日会議。うわ、あれも出張も行けないから。あ、そんぐらい、もうそんくらいのスケジュールの話だ。やばいですね、それは。なんか、なりたくないな。なんでなれる気になるつもりで。いやでも夢は高くも。なんか、お偉いさんなんですね。この前も、藤島さんって、いるじゃないですか。はい、藤島さんと話して、なんか、はい、あ、そうなんですね。テレビ研究室は、あんまり先生が面倒見てくれない、忙しいから、まあ、そうですよ、やめてた方がいいと思いました。まあそれは、でも今はそんな感じしますね。ああ、だから研究、いい研究指導が欲しいんだったら別の先生は当たった方がいいし、でも、まあオフラインで言うと、東北大には別に研究指導が上手い先生がいるかっていうと、そこはちょっとわからないと思う。東北大と経済学研究科に、ね、上手い先生がいるかっていうとわからない。結構自分で東北大学の経済研究科に絞った話で言うと、まあさっきも言ったように個人の研究がベースというか、うん、個人研究主義みたいなところがあるんで、あんまりなんかチームとか周りとディスカッションしてみたいな雰囲気はなかったので、俺がちょっとこういうコミュニティ作りを頑張ってるんですけど、うん、絶対そっちの方がいい。若いうちはなんか教授とかになって自分の力がついてきていろんな物事が見えるようになったらその個人研究でも全然いいと思うんですけど、大学院生ぐらいのうちは絶対に周りとディスカッションした方がいいはずなので、そうです。いや、やっぱりなんかすごい人に会ったりとかそういう人の話を見聞きするっていうのは結構いい、うん、研究の動機というか学習のモチベーションも、そう、自分はもうそうやって生きてるので、それはあると思いますね。うん。あと30分ぐらいですか。そうですね。あ、撤収の時間も含めて15分、20分ぐらいですか。10分は十分だと思いますけど、多分次も入ってないんで、そんなに名前書いたりはしなくてないと思う。そうですね。ここからの予定としては、基本的には、まあ、前の僕たち2人のやつとかの話を振り返りつつ、うん、まあ、質問があれば、追加の質問があったりとかすれば。追加の質問を言っていいなら、俺、エージェントベースモデリングって、はい、俺、よくこういうサーベイとか当たってて、ね、単語は分かるんですけど、はい、あれ、何なんですか。あれ、なんか、マルチエージェントっていうのもあるじゃないですか。あれと一緒なのかどうなのかっていうのに結構よるんですけど、エージェント、なんて言われるかな。僕がウィキペディアで見た限りでは、うん、あの、英文記事しかないんだよね。マジで。あったあった。その基本的には、まあ、考えやすい例として環境に存在する人間を考えるんですよ。で、環境は十分には見えてないという前提で、何か目標値が与えられる、スコアが与えられるんですよ。で、自分が何かやるとスコアが変動すると、でそのスコアの変動を観察しながらこうすればいいのかなみたいなことで試行錯誤をして、で、最適なルーティンを得ると。あのエージェントっていう考え方は結構その強化学習の文脈で言われることが多くて、なのでそのいわゆる試行錯誤によってその成功すると報酬が与えられてみたいなの中で、そのエージェントがその最適な行動に近づいていくみたいなのを強化学習の文脈で言われるんですけど、ここでもそのエージェントっていうのはその多分行動主体のことを指してて、そのノートの一人一人がその何かしらの行動、自発的な行動をするっていうものに基づいてるって思うんですけど、おっとライトモードが起動したので画面が黄色くなってる。でも最近空間分析の方が出たんですけど、そこでもなんかマルチエージェントの話題が出てきて、要するに主体的に行動するものをエージェントと呼んで、
個々のエージェントの行動原理は単純であっても、その複数のエージェントが現れることによってその全体が非常に複雑なものになる、うん、でその複雑性を考えるっていうのなので、まあ、ダイナミックスな話の中で、うん、各ノードに探索をさせるという前提なのかなって、うん、まあ、そうなるとなんかゲーム理論っぽいことになってきそう、うん、そうですね。ダイナミックスやってみたいです。収束しなさそう。もうずっとバチバチしてる。あ、そういえばグラフコンボリューショナルネットワークなんか実際にやってる例がありまして、なんか空手クラブってなんかネットワークの例が出てくるんですけど、それをなんか GCM を使うとなんかこう分かれてて、へえ、一人のクラスに分かってるみたいなアニメーションが問題して、でも分かりやすくねえな。うん、その結局別々の色でそれぞれの隅にやってるっていう、うん、でコミュニティ的にすげえ使えるっていう例をここで示してるんで、うん、少し分からない。僕にはちょっと分かる。LT 大会終わった後、まあ、しばしば打ち上げをするというのが定例になってるんですけども、この後どこかお食事に行きますか。ああ、全然いいですよ。じゃ行きますか。ああ、行きますか。はい、あまりちょっとお腹忘れてないんですけど。まあじゃあ軽いものでも、そうですね、軽いものでもどこか食べに行きましょう。2人はまだ成人じゃないんですよね。19です。じゃあお酒は飲めます。飲みたいです。いや、正月にいっぱい飲みます。そうですね。僕も日本酒いっぱい飲みます。いや、美味しかった。そこそこに飲めることが分かりました。じいちゃんがやっと飲めたらついてくれたんだよ。あと、何だっけ、何をしたんだっけ。あ、そうだ。つまんないちょっと話したんですけど、2月、3月、6月、2ヶ月お休みなんですね。で、ちょっとここは真面目にというか飛躍を目指して、ちょっと頭のおかしい勉強法でも試してみようかなと思ったんですけど、まあ、輪読みたいなのあるじゃないですか。章を1冊ずつ回して読んでいって、要約して発表して質問を受けて石投げてみたいな、そういうのを凄まじく速いペースでやってみたら、やってみたいなというのが、毎日一章ずつのペースで回していくんですよ。で、その章をまとめて要約して、こういうことで、重要な概念はこれですみたいな話をして、練習問題はこういう答えになってますんで、と、まあ、1日3時間1人が全部使って、バーって言って、他の人が質問で、いや、そこ違うでしょみたいな宗教官が投げたりとか議論して、で、まあ、モチベーションをそれで議論で打ち負かされるということを、モチベーションにしてしっかり勉強すると。で、まあ、それで、機械学習界隈で王道の本と言われている PRML とか、東京大学出版の赤い本だったりとか、あとは初めての、パターン認識とかの、まあ、王道の本が結構もう揃ってきているので、そこら辺の本を、まあ、僕たちが既に読んだっていう本もあるんですけど、復習も兼ねながら一気に評価していきたいなっていうのがあるんですけど、まあ、その参加者を今募集してまして、もし機械学習の方でちょっと不安のところがありつつもやってみたいということでしたら、ちょっと短期いや違うけど、まあ助言をいただくみたいな。そうなんですね。むしろ助言をいただくという感じなんですけど、ベイズ PRM では特にベイズとかも触っていきますので、どうかなと思うんですが、自分が発表するのは多分無理だろうな。自分の研究があるので、あ、なるほど、なるほど、まあ
そうです、ね、そっち、あ、まあその勉強会みたいな感じなんですよね。そうですね、勉強会に参加して、まあなんかちゃちゃを入れるぐらいだったら全然できると思うんですけど、そうですね、自分が発表するのは多分やらなそうです、ね、まあそうですね、まあ、2月3月期短期決戦で一気に集まって一気に解散するっていうやり方やろうと思ってるんですけど、そうですね、じゃあその方向でお願いするかもしれないので、よろしくお願いします。いい、はい、じゃあバーッと振り返りながら締めますか。はい、じゃあどっちもいいけど、まあ、今日のプレゼンをバーッと流していこうかなと。おお、マジ、まあまあ軽い復習だと思って、最初の、項目理論、項目反応理論の話をバーッとやりの、うん、おお、おお、見にくい反応理論やりの、俺こう反応理論あんまり論ってなかった、まあ、概論すぎたんであんまり言える話がなかったんですよ。まあ、このテスト理論の外形はいいとして、はい、まあ序列化可能の前提を言い、じゃあそのためには得点が能力を反映しているかどうかは検証しないといけないよねみたいな話をし、この反応理論がどんなものか因子分析ですよみたいな話をして、違いは連続値かどうかっていうところは結構大事な違いでしたって話をしの、この反応理論どこがええねんやっていう話をしの、能力値と問題の特性を区別できるところです。全体テスト理論じゃできなかったよって話なんですけど、はい、能力値を正確に予測すること、これに言うことあった時は気がするんだけど、なんだっけな、まあ、実際あの今だから追加するんですけど、大規模なプレイスメントテストが必要っていう話なんですけど、教室レベルでも実施できるっていう理論があって、なんだっけ、項目カテゴリー反応理論みたいな話があって、そうするとなんかランク分け ABCDE のランク分けぐらいだったら、まあいくつのランクに分けるかっていうのは自由に決めれるんですけど、まあ、そのぐらいのランクだったらちょっとプレイスメントテストが教室レベルでも実施できるよみたいな論文があるらしくて、まあ、そこら辺の話だと、だいぶ実用的かなという感じです。で、まあそのあたりの理論を使うと、あらゆる能力をめっちゃ簡単に作成できるアプリも実現できるんじゃないかなという話をしてて、まあ、5問だけ解いて大まかに能力を大まかに A から E を評価してもらうモードだったら、だいぶそうですね、カテゴリー分けなので、まあ、だいぶ条件の緩い環境下で能力が少しできるんじゃないかなという話をさせてもらってます。はい、そうですね、ここら辺の話でなんかあのトピックモデルとか使えたら面白いんでしょうけど、うん、ちょっとまた考えてみます。トピックモデルを作んでみたいです。はい、こんな感じですかね。じゃあ、沢谷くんはちょっと福地さんとかさ、なんか DFIDF 使うとか言ってなかったっけ。ああ、僕 DFIDF で一回クワードクラウド作ってみたよな。TFIDF の理解はしました、僕。うん、え、言ってたけどどうしたの。あ、いや、何もないです。そうだね、TFIDF。TFIDF な、TFIDF な、なんだろうな、TFIDF ご存知ですよ。はい。ですよね、まあ、当然か。まあ、TFIDF 使ってワードクラウドを作ろうぜ、みたいな話をちょっとしてた時があったんですけど、そんな有能なもんじゃないと思います。そうですね、なんかなんかあの定義式は結構説得力があるのに、なんかうまくいかないんだなっていう。そんななんかフリークエンシーとなんか番号フィルターだけでうまいこと抽出できるほど甘くはない。なるほど、甘くはない、なるほど。まあいいっすよ、俺のことはいいっすよ。いいっすか。結構あの話さずに終わったことが多めな感じはあったんですけど、ちょっと見にくくなってんな、大丈夫かな。まあそれサンプルだから、うん、この辺のね、僕全然終わんなかったからね、うん、
この辺を喋ってもらって全然いいんですけど、まあ、もちろん沢谷くんが良ければ喋っていただいて、まあ書いてある通り書いてある以上のことが聞きたいんだよな。じゃあこのずらーっと論文を並べて、はい、あの読んでって、はいはい、どんなことをやりたいと思いました？そうですね、そこは大事ですね。そこですよね。今後何をやりたいですか？今回そのある程度ネットワークで絞った感じになったので、そのネットワークの中で言うなら、なんだろうな、でも経済をぶっ壊す、経済学をぶっ壊す、経済でネットワークとか経済そのものに関してではなく、なんつうんだろう、まあ消費者行動は消費者行動は大事だと思うけど、どうなんだろうね。じゃあこのネットワークの理論というか、はい、ネットワーク分析をしたいのか、ネットワーク分析のそのものみたいな、うん、社会科学における応用みたいなものをやりたいのかというと、比較的応用が好きです。応用が好きですよね、はい、俺もそう思うんですよ。さあ、そうです。じゃあ実装系の実装っていうか、なんだろうな、理論の広がりを見ていきたいみたいな。実装っていうのは社会実装のことを言ってらっしゃる。あ、基本的には行動を組むとかじゃなくて、あ、行動の、まあ全部含むかな。行動を組んでから実際に使ってもらうまで全部含めてるかな。なんかまだ、なんだろう、聞かれる文脈を見つけられてないというか、なんかとりあえず手元にあるテーマでサーベイしてみたって感じなのかな。そうですね、結構最近のやつをトレンドを見ながらっていう、自己回帰移動平均モデル、メジャーなやつですあれだね、多分高柳さんとか分かる。すごいな、固有名詞がすっごいな。中二病心がくすぐられるんじゃ。分かる、マルコス姉さん持ってかれるほうってひたすら言ってたいの。いいじゃん、よくしよくしまあでも確かに何か一つ目標をボンと決めないとサーベイも、だから今は聞かれるものを見つけるためにいろいろやってるし、全然まずはそれでいいと思いますよ。確かまあ他でいろいろやったことが、まあ、異分野混合じゃないですけどいろんな形で生かされる点もあると思うので、まあ、ちょっとプロフィールをある程度広げてやってますけど、そうっすね、固めたり、そうっすね、いやいや確かになんかやりたいことが見つかったら緊急に入ればいいと思いますよ、まだまだ手広く探して自分探しのために結構都市の話とか好きだったのでそこら辺調べてたんですけどあんまヒットしなかったです。空間統計はやっぱ空間計量経済みたいな話はやっぱホットですよね。ですよね。へえ。だからそこら辺は本当に数式がわけがわからないんですね。なんかめっちゃあれやな、地方経済を活性化しそうやな。どうだろう、確かに空間経済学の有名な先生が、復興の空間経済学みたいな本を書いてる。なんか一番に思いつくのはやっぱりそこなんだよな。そっちがいかに都心部とかの衰退を止めるかみたいな。なんかいろんなモデルが登場しすぎてるので早くなんか淘汰されてほしいですね確かにこれはすごいね。もともと GNN って結構前からあったんですけどなんか全然使えないっていうことでずっと模索が続いてるみたいな、っていうか無視されてきたんですけど、無視されてんのか。そのある程度計算資源が揃ってきたっていうことで、計算資源が揃ってきたのと、なんか何ですかね、グラフ以外のディープがあまりにもレッドオーシャンなのでちょっと流れてきた感はありますへえ。やっぱそうですよ、レッドオーシャンすぎるっていうのはありますね。そうなの。なんかへえ。嬉しいよ。
プロレッドオーシャンすぎてここに足を突っ込みたいとは思ってますスケーラビリティ JNN は3層以下へえ。ダイナミック戦争学習まあまあまあポテンションモデル。これってアーカイブの論文だったんですよね、確か。で、これはどっかカンパレンス出してるんですか。あ、わかんないです。カンパレンスぐらいまで出てんだったら評価されるけど、アーカイブ段階ではまあさすがに。かなり最近ですか。でも1月ぐらいに。なんか書いてなかったっけ。やったのこれ書いてない。書いてないか。おお。すごいなこれ。うん。うん、ここら辺に。自分野も取り入れながら高パフォーマンスのモデル設計を目指して、アマトの開発者が修練したモデルの登場。まあやっぱり科学の醍醐味ですよね。そうですね。先人のエースですね。修練どころか発散してる感じがするんですまあまあ待ちましょう。待つしかない。これこそあのネットワークの解析すべき点は感はある。というのは。つまるところ。バーって解釈する、あの出されてるやつを全部ネットワークに読み込んで、バーって論文のそのなんかあるありますね。うん、そうあのなんだっけ引用ネットワークみたいな、うん。まあまあネットワーク理論でそもそもあの研究すべき物事のようにも見える。その辺のどこが一番面白いと思ったか。なんでなんかランキングとかありそうだけど。あでもあの今回サーベイした中でって話か。うん、そうそうそう。うん。おーおいおい、空間経済学読んでたね。時空間分析は読んでたの。時空間がその単純に時系列と空間分析をミックスしたものじゃない感じなので、この辺が。なるほど。はい。アドの下あとは、はい、先ほどのこれで最後ですかね。20分、まあまあいい感じの時間になってきましたね、はい、経済学経済系統計マーケティング勉強会。あ、これ名前はないっす俺はこう呼んでるだけです。あの統計関係のあのグループで統計関係のグループ同士でゆるくつながれたらいいなっていうのは僕は思ったんですけど、うん、ここはどんな感じなんですかね。機械学習からマーケティングプログラミング言語やってるのはその統計とかマーケティングに少しでも触れていれば OK ですよ。別にトピックが決まってるわけじゃなくて経済系の中でなんか近そうな人たちを集めて一緒に勉強してるだけで、あ、経済界隈の、なるほど。いいっすね。だから別にそこに経済じゃない人が混ざったところで別にそれはいいわけですよ。なるほど。ネットワーク構築が主な目的なわけで、勉強ももちろん大事だけど、勉強って結局自分でやらないと勉強したことにならないので。それはそうですね。人の話はその入り口をいくつか知るためだけど、そうですね。そのためにはもうむしろ広い範囲でネットワークがあった方がいいようですよね。まあ、じゃあ WBA の方にもぜひ座っていただいて、うん、ぜひぜひ。でもまあこんな感じで最近人が集まらないですよね。まあ1月はね、1月は仕方ないわ。学部生も忙しいし、修士博士の人も論文の締め切りで忙しいし。前回は何人ぐらいだったんですか。前回は僕行ってないです。1回11月でしたっけ。11月
11月は俺が手抜きまくって登壇者4人ぐらいだったんですよね。で追加で 2,3 人という感じで合計6人7人ぐらいだったのかな。8月が一番でかくて俺が本気出しまくったんで、どう言ってもそうでもないけど そんなに集まらなかったけど、登壇者が結構集まって6人ぐらい集まって、東北だけじゃなくて、関東の方から人来てもらったり、山形の人も来てもらったりとか、関西から一番遠い人は関西の人から、を呼んで登壇していただきました。登壇費出るんですよ、お金が、交通費が、というわけでそれ申請したら全国レベルで人を呼べるので呼んできて、一応動画は残ってます。はい、ので、そうですね、 WBA のこれまでって結構なんかその各自がちょっと勉強したことをちょっと発表する感じのイメージだったけど、なんかここ3回ぐらいは毎回陰性の方が来て、そうですね、がっつりやってくれてますね、話をしていただいてるイメージが、これ11月で、もうすぐここに1月が入るはずなんですけど、第2回8月、これはどうやって録画したらいいのかっていうのは全然分かってなくて、画質がひどいんですけど、もうそろそろ出ないといけないんですけど、今音出ないわ、音出ないんですけど、もうひどい録画の様子だったんですが、今回はマイク大丈夫なんですか？マイク、それな、めっちゃ心配なんだけど、というわけでそろそろ終わりましょう。八木さん、関東の方から八木さん出てもらったりとか、これは女子高生の、ちなっちゃんっていう WBA の量子コンピューターで研究してる、そう量子コンピューターで研究してきたって話を突っ込んでくれて、呼びにくいな、そういう感じで、はい、スマホで録画したんですけど、これダメだなって話があって次回から買いました。はい、そんな感じですね。じゃあ今回は、これでお開きにして、ちょっと違うのがあったので、さーっと、急がなくていいのか、さっと撤収して、打ち上げに行きましょう。はい、ではありがとうございました。はい。